いや、ミニ四駆、それがね、のんちゃん、ミニ四駆取って、車検通るよ。改造した。今日もね、行ってきて、のんちゃんのミニ四駆買ってきたの、今。のんちゃん、シャイニングスコーピオン。これ、俺の。ローラーつけたよ、昨日夜中。これ、幅も OK だから、いいでしょ。すげえかっこよくなったよ。こんな感じかな。で、あとはもうボディの塗装だから、レッドと黒とクリアカラー買ってきて。まあ、雨降っちゃったからできないけど、肉抜きしたり、ヤスリがけしたりして、ここもローラー、こう、クッションになってるから、こう曲がる感じ。これ良かったね。俺の、なんだっけ、ビークスパイだ。あとはカラーリングだけですね。ミニ四駆作りたくなるよね。みんな作ればいいんだよ。面白いよ。のんちゃんのやつ買ってきたね。なんかパスポートももらってきた。再発行してきて。女の人は無料でもう出入り自由なんだって。パーツはね、アルミのこのローラーコロコロ、これが2つで500円とかするから、すごいいいやつ買ったのね。これが高かったね。だからこれが6個ついてるから、それだけで1500円するとか。あとこの赤いネジも5個で500円するから。そういうなんか、カラーリングとか材質こだわると割高になるって感じ。まあ安くいくらでも済むよ。本体だけだったら1000円ぐらいで作れるし。で、今日は、下のここにつけるパーツも買ってきて。そんな感じかな。それで完成かな、俺のマシンは。で、タイヤも、これ走るレーシングマシンに変えようと思うから、タイヤの口径も小さくしようと思ってるね。元に戻そうと思ってる。それで完成ですね、僕のマシンは。タミヤ、いいんじゃない？新橋、面白いよ。3000円以上買ったら、まとめて買ったら、なんだっけ。パスポート、年間パスポート発行できて、いつでもレースできるから、フリー走行できるから。だいたい、なんだろう。まあ、機体が1000円じゃん。で、好きなパーツちょいで。おすすめなのは、一回素踏みして、なんか、一個一個パーツ揃えるのがいいと思う。通うのが楽しくなるっていうか、1ヶ月に1回とか、1週間に1回行って、どのパーツ買おうかなとか。なんかみんな楽しそうに話してるよ、店員さんと。なんか、どれがどうだとか、ああだとか。あの時の大会のあのマシンはとか、なんかみんな楽しそうに話してる。小学生とかも。お前早くなる気あんのかよとか言って。俺の写真って何番だっけ？なんだっけ？とか言って。お前早くなる気あんのかよ？まだそんなこと言ってんのかよとか言って。すげえ面白かった。俺はこのビークスパイダー気に入ってるけどね、ボディ。これを塗装して完璧に仕上げて。で、部屋に飾ろうかなと思って。かわいいよね。もうおもちゃだけどさ。なんかすげえシンプルだけど、すげえ奥が深いよ。で、みんなでミニ四駆オフ会とかも面白そうじゃん。はい、ワードツー。いらっしゃい。できた、のんちゃん。できた？え？できそう？どれどれ？教えて、どれ？
なんて。モーター高いやつ、いや高いっつうのも300円ぐらいだよ。モーターはそんなに値段しない。モーターとやっぱ電池だって。生ポはもうとっくに抜けてるよ。ブラックさんいらっしゃい。どれどれどれ。だからメール送られてくるんでしょ。なんで？もう一回やってごらん。パスワード入力して。こっち来て、こっち来て、のんちゃん。で、パスワードもう一回打って。見えるように。こっち来た意味ない。パスワード打って。自分の分かるやつにしないとダメだよ。すぐ忘れちゃうから。おお、ソーリー。OK? で、次押すの。ほら。やばい、ここ入力して。はい、マルキーニャスワード2。 OK。 そしたら、え、ゼロが多い多分。あ、0090の部分、ん、090の0を頭抜いてみて。ダメ。090抜いてみて。あ、090抜いたらダメだよな。なんで？台湾になってるから。日本にしないと。はい、最初から。できるぞ。はい。090から打ってる？印象。届いたぞ。タミヤ夏いよね。めちゃめちゃかっこいいよこれ。もう後でまたちょいちょいいじろうかなと思ってて、楽しみが増えて面白いよ。ハマるぜ。ビークスパイダー、俺のビークスパイダー、シャキーン。ええやろ。できた。で、もう、ん？もう一度。いや、認証しなよ。何？ん？次。で？何それ？それ何打つところ？見えない、見えない。それは、それ何だったっけな。アカウントじゃなかったかな、それ。お手半かな、うん、回転寿司ね。はい、コーラーありがとう。風船ありがとう。できた。で、あなたへのおすすめで、俺の名前まあ出ないだろうな。しかして。で、出てきたな、アカウントが。で、探すで、ローマ字で、ワード、あ、いいや。ドット。これ。あれ、フォローしてんだ。フォローしたい、今。え、なんでフォローされてんの？怖っ。え？え、これ、フォロー。待って。いや、なんかね、バグが多いんだよね。
見てる限りだと。そう、今見てみるよ。なんか英語で来られても分かんない。あ、来た来た、 OK。 じゃあ告知流したわ。うん、あ、皆さんツイッター見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッター確認してください。拡散どうやってやんだ。あ、人間もうできてるらしいよ。はい、何の配信やってんの？質問、何の配信ってどういうこと？はい、はい、皆さんもしよかったらツイッター今すぐ確認してください。よろしくお願いします。ツイッター確認よろしくお願いします。はい、わかつセフィアイテムありがとね、よろしく。ツイッターに情報流したんで、いいねボタン押しといてください。読んだら、読んだらいいね押しといてください。よろしくです。盛り上がりますよ。風呂上がりじゃないよ。今、まあいろいろ外出て、今日は契約してきて、とあるところで。まあいろいろやってました。うん。2チャンネルっぽい。うん。W がいっぱいあるイメージ。あ、ツイッター見た？ツイッター確認したら、いいね。あ、ミニ四駆の方じゃないよ。今アップしたやつね。いいね押しといてください。青字いらっしゃい。久しぶり。一番今トップに来てるやつね。俺の顔写真になってるやつ。読み終わったらいいね押しといてください。よろしくです。今アップしたやつ、なぜ裸いや裸になりたかったからだよ裸になりたいときは裸ですよ、ふわっちでやるよ。全然ふわっちやる、ふわっち全然やるよ、みんなツイッター確認しといてください。よろしくです。そうだね、新しいサイトですね。ツイッター確認ありがとう。ということで皆さんよろしくお願いします。ヒゲない方がかっこいい。ヒゲ全然ヒゲない方がかっこいいってみんな言うけど、ヒゲ剃るとやっぱりあった方がいいわってもう 100% 言われるから、ワドダメだわヒゲないとって全員言うから、もうやめた。もう 5,6 回やってるもんねこのくだり。じゃあ剃ろうかっつって剃ったら、あ、やっぱりワドヒゲないとダメだわっつって、顔の輪郭的にヒゲがないとダメなんだよ俺は。まあ、とんでもなく面白いことが起こりますんで、まあ、皆さん今後とも
なるべく、早くフォローしたい人は、早くアカウント取っといてください。初期リスナー、新しいサイトで初期リスナーになりたい人は。のんちゃん、スプーン取って。おう、パンさんどうもどうも。ヒゲない方が清潔感あっていいんだよな。だったら自分でヒゲ剃ればいいじゃん。ツイッター見たかっこいい。ありがとう。まあ、みんなで盛り上げてこうね。よろしく。ありがとう。サンキュー。これはね、2015年からあるって書いてあったね。今日説明、なんか勉強会みたいなのも行ってきたんだけど。2015年ぐらいからやってるらしいよ。うん、おお、愛子さん、こんばんは。愛子さん、久しぶり。元気？まあ、流行ると思うから。いや、全然続けてないっすね。俺、ヒゲ自分で似合う方だと思うね。うん。でも、清潔感出るように、首の下、こっから綺麗に剃ってんだよ。こっからほら。だからライン作って、ほっぺたも剃ってるし、ここも剃ってるよ。で、上の方短くしたりとか、結構整えてんだけどね。こっからこっち側短くしたりとか。今こっちも大雨だよ。風船ありがとう、マンジュさん。どうもどうも。エルノシア久しぶり。いらっしゃい。体は全然作ってない。激太りしてるね。投げ銭あるよ。投げ銭あるある。うん。髪は何をつけてる？ジェルが多いかな。っていうか、ジェル以外使ったことほとんどない。ワックス嫌いなんだよね。ベタベタするから。うん。こっからね、この辺まで生える。喉仏の下まで。この辺までこう生えるかな。ここまで。もじゃもじゃになるよ。朝日奈いらっしゃい。うん。ヒゲない方がいいの？うん、まあ別に全然いいけど。フォローしてきた？本当にありがとう。いいね。多分、ここ結構面白いことになると思うから、ぜひぜひフォローしといてください。うん、いや、別にウナに評価されるためにやってるわけじゃないし、ウナからしたら俺なんか小僧でしょ。うん、だって、俺まだ、あれだよ、5年目だよ、配信、うん。5年目だもん、まだまだだよ。携帯で払ってなかった。お、フォロワー2人目ありがとう。早いね。さすが。ありがとうございます。ダウンロードできないか。残念だね。いや、詳しくは、朝日奈ちゃん、もしよかったら俺のツイッター見てみて。今の話題について来たい人は。で、ツイッター読み終わったらぜひツイッターいいね押してください。確認しておくんね。ツイッターの、俺のツイッターのトップページに今情報が書いてあって。俺なら逆切れ。いや、俺はすごい人はすごいって認めるよ。だまあ、うなちゃんマンが俺のこと認めないっていうのは普通だと思うよ。だって、キャリアが5倍、3倍か。3倍やってんだよ。はい、ハッチお疲れい。わだつ、いらっしゃい。3倍やってるんだよ。それは認めないでしょ。普通だよ。うん。うん。朝日奈よろしく。みんなよろしくね。どれなんか、電魔事件で毎日怒鳴ってる。怒鳴ってる。まあなんか、配信楽しくなさそうだよね。俺はなんか閲覧が減ってもいいから、300とか400とかになっていいから、昔のドレさんのスタイルで放送やってた方が、本人も楽しいんじゃないかなと思うけど、いろいろ模索してるんじゃない？いろいろと。和道の放送スタイルがあって俺は好きだけど、俺はまあまあ、うなちゃんマンとか、まあ数は集めらんない方だけど、結構楽しくやってる方かな。だんだん型ができてきたって感じがする。自分の放送の。
あ、俺はこういう役割なんだとか、俺がやりたいことこういうことなんだみたいなのも自分で気づくようになったから。だから昔はね、結構本当に他人と比べて、あ、この人の配信羨ましいとか、なんで俺ダメなんだろうとかね、本当に劣等感しかなかったけど、今全然ないもん。あ、まあこの人はこういうスタイルでここは人気なんだなぐらいにしか思わなくて、俺は俺でね、放送成立してるわけだから。だ、楽しいよ。あ、余裕でいるっていうか、俺ブロックリスト見たことあるもん。200人ぐらいいる。そうだね。うん、俺自分で普通に今の放送スタイル楽しいから。うん。なんか誰かと比べて、どうのこうのっていうのは今ないかな、そんなに。困ってないっていうか。普通に楽しいよ、今放送。いや、ドルさん10年ぐらいかな。売れたのがここ最近なだけであって、あれだよ。もともとドルさんはずっと10年ぐらい放送やってて、ずっと過疎だったのかな。はい。カンナさんいらっしゃい。風船ありがとう。ワトさんの放送が楽しい。ありがとう。はい、タツヒコお疲れ。頑張ってるね、ワト2。タツヒコなんか痩せたよね。やっぱ、現場出てるからなのかな。スノッチお疲れっす。どうもありがとう、バーガー。ありがとう。そうなのって何がそうなの？主語書かねえとわかんないよ。仮想枠じゃねえんだからさ。俺が何人相手に喋ってると思ってんだよ。そうなのって言われても何の件がそうなのかわかんないから。一応配信歴はね。まあでも、俺は何だろう。配信歴っつってもダラダラやってる人は俺はライバルには入れてないから。あ、ここ最近バーンって伸びたのは事実だから、まあ実力はあると思うよ、正直。俺もともと、まあ放送普通に面白かったから。あ、そうそう、ドレさん、長いよ、もともと。まあでも本人もいろいろ苦戦してんじゃないの？わかんないけど。俺はあんまり他人に関心がないかんな。よくわかんねえわ。うん。おい、熊野さんワード2、楽しんでってね。アフリカ TV とか、あとスティッカムとかもやってたとか聞いたけど、よくわかんない。本人に聞いて。人は人、俺は俺だよ。そうなんだよね。もったいないよね。なんか怒鳴るたんびに俺ブラウザバックしちゃってたから、もう最近見れてないもん。もうっていうか全く見なくなったね。昔はすげえ楽しかったけど。昔は本当に楽しかった。まあなんかその辺の配信者になっちゃったよね。どうなんだろうね。まあまあまあ。まあまあ、ほら。なんだろう。ダメなところもいいところも全部自分に返ってくる世界じゃん。この世の中って。だからいいんじゃない？人のことは人のこと。自分のことでいいじゃん。初見、ここはハードル高そうですね。ハードル高いですよ、ここは。マイチさんいらっしゃい。ハードルクソ高くて、高学歴、高収入、イケメン、美男、美女。上場企業な枠です。はい。クソハードル高いですけど、もしよかったらフォローしてってください。よろしくお願いします。普通に楽しんでくれたら全然いいよ。ざっくばらんにやってます。初見ウェルカムなんで。てつさんワード2。ロンドンオリンピックの時期にはどうした？ロンドンオリンピックっていつだったっけ？ 俺テレビ見ないから全然オリンピックわかんねえわ。ロンドンオリンピックとワードが結びついてるって面白いね。いや、ふわっちは卒業しないですよ。ただ、僕はもう、ちょっと新しいところというかね、旅立ちますよ。いつまでもね、やっぱ固執してても良くないんで、次、次、次ってね、やっぱやってかないとテンポよく。
今のところふわっちはやめる予定一切ないですけど、正直言うと今ふわっちに、未練はないですね。なんでかっていうと、そのニコ生になっちゃってるから。もう古き良き、面白かったふわっちはない。正直。いろいろ楽しめるようになるよ。それはどこのサイトでもそうだよ。長くやってる人、歴史のある人とかは。でもまあ、ある程度キャリアのある配信者は話うまいよ、やっぱり。手前味噌で申し訳ないけど。その辺のわけわかんない配信者を見るくらいだったら、俺の放送を見た方が絶対面白いと思う。コメントが、まあ、ノリとかコメントがっていうか、リスナーがだよね。まあ、配信者も含めて。まあ普通の有名サイトになっちゃったなーって感じかな。さよならー。はい、ワトツー。前ためいらっしゃい。楽しんでってねー。お疲れっすー。金曜日の夜だから結構みんな暇してんじゃないの。集まってくるでしょ、今日は。モバイル専用ですね。公式ページっていうか、アプリしかないかな。アプリしか今ないですね。全くこれから。はい、よろしく、ペリーウォーカーさん。よろしくね。来てくれてありがとあ、インストールありがとう。インストールだけじゃダメだよ。フォローしてくんないと。インストールプラスフォローよろしくね。PC では見れないです。携帯オンリーです。なんかコミュ限みたいな感じでやるけど、今日、スタッフの人と打ち合わせしてきたんだけど、とんでもないことになるよ、これ。めちゃめちゃすごい。さすがね、2700万ダウンロードされてるだけあるわ。多分黒船になると思うよ。まだまだ、その日本の配信サイトの文化が進みすぎてるんだけど、海外で2700万ダウンロードされてるんだよ、これ。伸びると思うよ。わかんない。配信サロン。雨降ってるけど、花火大会やんのかな？あ、フォローありがとう。よろしく。楽しみだね。俺もすげえ楽しみ。ね、えぐいよ。はっきり言うけど。このサイト。えぐい。たった一枠で3000万稼いだ人いるからね。男だよ。たった一枠で3000万稼ぐとかそういうレベル。もうね、レベルが違う。仕組みがすごいの。えげつないの、本当に。結構ね、面白いことになると思うよ。今、このサイトでトップ走ってる人は、一枠で、一撃3000万。だって、アイテムの課金どれくらいできるんですかって。要は、花火の1000円とかのイメージで聞くわけじゃん。花火とかあるんですかみたいな。いくらが一番下の課金アイテムで、いくらが一番上ですかってさ、ですね、つって。59円が一番安いアイテムで、最高いくらでしたっけつった社長が、あ、100万じゃなかったっけつって。100万ですつって。つって。100万投げる人いるんですか？あ、全然いますよ。つって。え？ってなって。で、もちろんあれですよね。1ヶ月の間とか1日に制限設けてますよね。つったら、いや、ないです。つって。逆に、本当に本気で投げる人は、専用口座を開設するんで、運営が対応するんで、電話くださいって言っといてくださいって言われたもん。やばいでしょ。運営が直でリスナーさんと連絡取り合ってくれんの。そう。あんまり VIP だと。やばくない？
やばいっしょ、笑うっしょ。あ、すいません、今入金確認できたんで、つって。運営さんから電話かかってくる。あーっつって。うん。あ、中国人、中国人、もちろん、もちろん。うん。あ、チャンネル登録ありがとう。うん。いや、笑うよね。うん。多分ね、ふわっちのトップにいる奴ら全員移行するんじゃないかっていうのが俺の読み。なんでかっていうと、あの、投げ銭したくなる仕組みがすげえ多いの。うん。あ、そう。1億7480万ポイントだよ。1位の人。やべえよな。やばいよね。うん。俺は日本のスターティングメンバー。日本のスターティングメンバーね、俺は。VIP 待遇とかはないです。日本のスターティングメンバー。うん。いや、結構面白いよ。ていうかね、ふわっちに絶対取り入れた方がいいっていう仕組みがいっぱいあったよ。例えば、そのガーディアンっていうリスナーがいるの。ガーディアンっていうシステムがあるのよ。それ何かっていうと、ガーディアンは来た瞬間に、ログインした瞬間に、例えば俺のガーディアンっていうリスナー一人だけ選ばれるのね。で、そのログインした瞬間にとんでもないエフェクトがガーンって開くのよ。要はガーディアン降臨みたいなのが出てくるんだって。で、そのガーディアンは、そのバックステージパスみたいにもう、なんつうの、特別なコメントなんだって。目立つの。うん。あ、僕のツイッター確認してください。ホムホムさん。で、って、ガーディアンは、その、僕が選ぶんですかって聞いたの。そしたら不公平になるじゃん。だから嫌だったのよ。だから課金者で選ばれるのか、どういう仕組みなんですかって聞いたら、オークション制なの。すごくない？すごくない？要は、7日間まで、1人7日間まで保守できるの。その、特別なガーディアンっていうナンバーワンの存在は。だけど、その人よりも課金オークション制でバーンって高いの入札した瞬間にガーディアンが入れ替わるの。俺すげえと思ったもん。えげつなーと思って。だから、そのホスト系の配信やってる人はもう得意分野だよね。うん、なんで俺なんだって思ったもんだよ。いやー、すごいよね。えげつないよね。だから、最初の最初は過疎だから、過疎のガーディアンとかでも楽しめんのよ。この人のガーディアンになりたいっつって、1000円ぐらい払ったら一瞬でガーディアンになれるわけじゃん。そう。で、あとは、その、なんつうんだろう。機能と、そう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 。うまいよ。いや、中国人のリスナー取り入れるつもりはないかな。やっぱ言語の壁があるから。うん。ただ一発当たったらやばいよね。本当にやばい。うん。あらゆる、ただで、ね、日本のサイトはランキングシステムがうまかったりとか、いろいろある。うまさが。ただ、その海外は海外で、もう課金の煽り方がえげつない。もうその会社が本気で課金させよう課金させようと面白い仕組みをいっぱい作ってて。それは聞いてて面白かったね。あ、これは流行るわ、みたいな。これは流行るわ、っていう。ただ、日本だと後発組じゃん。だからそれがどうなるかっていうのは、あれだけど。いや、ジョジョのスタンド的な感じなんだろうね。笑うよね。囲われ系配信者はもう、アイラなんかとんでもなく稼ぐと思うよ。うん、あと、その外人リスナー掴んだら、もう本当にぶっ飛んだ額。さっきも書いてあったって言ってるけど、1位の人が1億7400万ポイントなんだよ。あの、ふわっちでも1000万ポイントとかだ。レベルが違う。うん。金持ちの桁が違うっていう。あ、ありがとう。確認。ツイッターありがとう。ツイッター読み終わったらぜひ、いいね、押してくださいね。皆さん。それがタイムラグが1秒だって。で、タイムラグ延滞しても3秒しかないって言ってた。うちのサイトはタイムラグ全然ないですよ、って。うん。俺、嫌いな配信者は全然いないっすよ。うん。っていうか、配信を見ない。ベリーウォーカーさん。配信を全くって言っていいほどほとんど見ないから、嫌いも好きもないんだよね。うん。でも最近困ったんだよね。ドレさんとうなちゃんマンと石野康介が楽しかったんだけど、石野は放送やらないでしょ？
うなちゃんマンにはブロックされたでしょ。どれさんはもう割れて全然面白くなくなったから、見る放送ないんだよね、今。見る放送なくなっちゃったんだよ。まあまあ、サーバー強いんだろうね。そりゃそうでしょ。2700万ダウンロードに対応してるサイトだから、それはサーバー強いでしょ。正直困ってないのよ、そのサイト。日本法人でも立ち上げて、まあうまくいくっしょぐらいのノリなのよ。だから、配信会のノウハウとか全然ないの、会社に。うなちゃんマンとか言ってもわかんないのよ。びっくりするぞ。配信サイト立ち上げるのに石川のりゆきとか知らないんだよ。で、今日ね、ミーティングだったんだけど、本当にギャルばっかだよ。すげえよ。知らない。うなちゃんマンに聞いて。うん。だからまあ、どうなるんだろうね。石野くん、配信やめてないでしょ？いや、なんか家賃払えるようになったから油断してるんだと思うよ。うん。家賃払い終わったから、金稼ぐ必要がなくなったんでしょ？はい、わずつ。人の悪口言う人ってダメだよ。もうさ、それさ、小学生ぐらいに気づくことじゃん。もうね、本当に、誰も、これもそうだけど、ふわっちの配信者もそうなってきてすごい嫌なんだけど、昔そんなことなかったんで、和気あいあいとやってたのに、要はね、もう自分の数字増やしたくてしょうがないから、人の悪口、怒鳴ったり、リスナーにやかったり、俺ね、こういう文化嫌なんだよね。だから最近面白くないよ。普通にただ楽しい人と会話してるだけで楽しかったのに、もうなんかニコ生みたいになってきてさ、ツイキャスとか。なんかまあ結局こういうね、ネットのルールなんか知らねえよって言ってるやつがネットのルールをさ、ネットのセオリーをやるとかもうどうでもいいよね。小学生の時習わなかった。人の悪口言ったらダメですよって。うん、ミニ四駆はプライベートで作って、今日もパー使ってきたんだけど、閲覧が減るからやめようと思って。こんな感じで今。ここの幅を下げて、で、一応大会に出られるようにマシンは変えたけどね。なかなかいいんじゃないかな。なかなかいい作りになってると思うけど。どうだろう。うん、かっこいいよね。そうだね。俺はだから1億円プレイヤーになる、配信でなる。かっこいいでしょ、ビール。1億円プレイヤーになるために一応活動は続けてるからね。今日もステッカー3枚買ってもらったし。うん。リスは嫌だっつうかさ、人の悪口言って何の得になるのか俺には全然わからない。だって、人の悪口を言うってさ、俺はすごいんだっていう裏返しをずっと言ってるだけじゃん。でもさ、そんなのさ、ついてこないよね。うん。向こうのアンチが自分のリスナーになるだけだからさ。ミニ、四駆ね。四駆。うん。ビジから見れないよ。サボちゃんはどつ？こんにちは。楽しんでてね、サボ。うん。PC から見れない。完全アプリ。で今だったらフォロワー全然いないから初期リスナーになれるんで、もしよかったら、ワドのこと追っかけるよっていう人はぜひぜひ、アカウント作ってください。うん、配信でスランプいっぱいありましたよ、ご隠居さん。そんなのもう語ったらもう何時間でも話せるよ。だから、今でこそさ、そんな大手だとかさ、すげえとか、俺も和道みたいにとか言われんの。もうそんなの全然だよ。配信スタイルなんか変えてないんだから。全く同じことやってるもん。だからちょっとうまくいくと人の評価って変わるんだよ。スランプだらけだよ。もう辛くて何回もやめようと思ったもん。初見さんいらっしゃい、坊主さん。よろしく。うん。うん。ぜひぜひ、誰が初ガーディアンになるか俺は楽しみだよ。
誰が、この中から絶対ガーディアンが生まれるわけでしょ。ガーディアンを死守する戦いが始まるんでしょ。面白いじゃん。俺は普通に雑談やるけどね。わかんないよ。アニメのサムネで、おいお前ら、アイテム投げろよ。って言うかもしんないよ。こんなんじゃランキング上に行けねえよ。うん。どうしたらリスナーさん増えるか。んとね、食うこと考えたらリスナーさんの数関係ないよ。うん。ね、リスナーさんを増やせない人って、新規を呼び込もうとするのが間違い。新規はほっといても必ず来るんですよ。だから、新規で来た人を取りこぼさない力をつけるっていうのが大事。過疎と大手になる人の違い、ここな。新規が来た時にファンに変える力を持ってないと無理。1ヶ月50万ぐらいかな。俺は。ふわっちでの、ふわっちだけの収入は50万ぐらい。どうも、はじめまして。いや、何でも聞いてください。ね、この中からね、もしかしたら未来の大手が出てきたらいいの。和道のアドバイスで買われたよって。そういうの楽しいじゃん。うんさん、いいでしょ。俺はなんかインターネットは、なんかどんどんみんなに情報をシェアしていくのがいいところだと思ってるから、何でも話すよ。いいところ、悪いところ。経験したこと何でも聞いて。手洗ってくるわ。確定申告はやらないダメでしょ。それは配信者がどうこうじゃなくてさ、国民の義務だから。ふわっちってどんなに稼いでも月に振り込まれる額50万が限度なの。稼ぐ額が増えてくると運営さんからメールが来ます。額引き上げますかって。全額引き出せますよ。だから大丈夫です。ただ50万稼ぐ人がそんなにいないっていう基礎設計で作られてたの。スランプを乗り越えた時は、これは精神論になっちゃうんだけど、とにかく行動だったね。もう何やってもうまくいかないんだよ。でもやるしかないんだよ。だから俺は毎日でもやるんだよ、でもやるんだよって。毎日言い聞かせたね。でもやるんだよって。でもやるんだよ。眠い。でもやるんだよって。全然ウケない。でもやるんだよ。稼げない。でもやるんだよ。もう毎日何、もう全部のマイナスのことが浮かんでも、でもやるんだよって、それしかなかった、俺は。器用じゃないから。いや、スランプが抜けるのを待ったって感じだね。普段どんな配信してるんですか？こんな配信です。喋ってますよ、ずっと。ロズさん。全国的に移行する？ん？全面的に？いや、ふわっちがメインかな。じゃあちょっと、声かけていただいたんで、うちでもやってみませんかって。じゃあやってみようかなと思って。こんな感じ。新しく配信サイト立ち上がるんでやってみませんかみたいな。まあでも誰もトライしてないんだったらやってみようかなと思って。なんか、オープニングスタッフとか楽しいじゃん。スタッフっつうか、オープニング配信者か。全額もらえるよ。月最大50だよね、確か。800万の売り上げのやつ全額引き出そうと思ったら入るよ。ただその人がほら、Amazon ギフト券に変えるかどうかその人次第だから。別にお金だけじゃないから。いろんなのに選べるから。現在休職中で雑談で稼ぎたいんですが、相変わらず過疎です。ああ。配信でね、稼ぐっていう人に一番最初にアドバイスすることがあるんだけど、聞きたい。
みんな間違いないわ、和道って言うよ。配信で稼ぎたい人いる？この中で。配信で。今、いいコメントあったの、あちらさんの。現在休職中で雑談で稼ぎたいんですけどって。相変わらずカスなんですよって。俺が的確なアドバイスをしてあげようか。もう全員ここにいるリスナーが、それだわっていう。さすが和道っていう。行くよ。やめとけ。やめとけ。無理無理。無理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 。やめとけ。はい、以上です。アドバイスです。やめた方がいいよ。働いた方がいいよ。ね、楽して稼ごうっていうね、腹がダメ。働きな。こんなね、ろくでもない人間ばっかりなんだから。いや、そうでしょ？正解でしょ？働いて幸せになった方がいいんだよ。やめとけだよ。ろくなやつにならないよ。でしょ？正論でしょ？俺は人には勧めない配信業。絶対勧めない。こんなヤクザの商売。お父さんとお母さん泣くよ。やめときな。そう、しっかり働こうっていう。いや、ろくでもないでしょ。配信者で有名なやつってろくでもないやつしかいないからね。ろくでもないし、とんでもないしさ。反面教師っていうか、それでお金を稼ごうっていうのはさ、やっぱ腹くくんないと無理よ。一生涯残るしね。まあ、特にね、女の子なんかね、結婚したりするわけじゃん。お嫁に行けなくなるよ。本当に。やっぱり、ちゃんと、自分のやりたいことは何なのか。で、技術を持ってプロになって初めてお金もらえる立場になると思ってんの。で、みんな下積みがあるんだよ。下積みをね、省いてお金をもらうっていうのは無理よ。で、普通じゃない職業とか一般的じゃない職業でそういうこと考えるなら、やっぱ下積み3年は余裕であるよ。で、3年本気でやって稼げないのなんかザラにいるんだよ。そう、そういう世界なんだっていうのを認識した方がいいと思うよ。YouTube では今月3万ぐらい入ってきてる。今日も銀行行ってびっくりしたんだけど、なんか3万6千円ぐらい入ってて、と思って、誰だと思ったら YouTube だったね。もっと上行きたいとかはない。上とか下とか考えてない。俺がなりたいものになるだけって感じ。で、それに対して毎日毎日積み重ねてるから、別に不安はない。上とか下とかじゃないの。自分がやりたいことをやるって感じ。金梅さんはだってもともと超有名人だもん。2チャンネルで、コテハンで普通にコメント書いてるだけで有名人だったんだもん。すごいよ。ああ、まあ、それはあるだろうね。なんでかっていうと、ガチキチっていうよりも、ハンディキャップを負った人とか、要は世間で居場所がない人がネットをやってたっていう事実があるのよ。インターネットの、もう本当に黎明期って言って、パソコンを誰も持ってない時とかあったんだよ。そういう時に、萌えとか書いてた人たちっていうのは、もう魔法使いだよね。童貞だから。だからそういう人たちが、要は俺らの場所を荒らされてるっていうのがアンチになるんでしょ。リア充来るなって、俺たちはここでしか生きられないんだって。随分前で YouTube で月に600万以上。ああ、まあ柴田さんはすごいからね。まあそれくらい稼いでるでしょ、余裕で。柴田と俺比べたらダメでしょ。俺なんかただタイムシフトをね、アップロードしてるだけなんだから。俺、下積み3年やってたよ。まあね、才能のある人はポカーンとで、いきなり上に行くけどね。タイミングが良かったり、愛嬌があったり、センスがあったりすると行くけど、デビューしていきなり100万稼ぐやつとかもいるけど、そういう人ってやっぱよっぽどだよ。
相当才能があってセンスがあってやっぱすごい人なんだよ。俺みたいに何もないやつは3年間下積みしないと人様にお金をいただける立場にならなかったね。2チャンネルは多分40代くらいじゃないの。40代から上だと思うよ。今の俺の年齢層で2チャンネラーやってたっていう人少ないね。だから2チャンネルの文化は40代、50代、60代だと思ってる。あの文章を読まないと思うよ。今の若い子。活字を読まないと思う。だから活字文化に慣れてるっていうのはやっぱ上の世代だよな。あのネット黎明期の。柴田は今月20万ぐらい。それはないね、絶対。うなちゃんは今尊敬してないっすね、僕は。注目してるのは石野康介と、あと誰だろう。朝比奈、ちょっと、チェックつけてるかな。少しだけ朝比奈どうなるんだろうっていうのと、石野康介が面白いっていうのと、あと誰だろうな。まあ、達彦には頑張ってもらいたいなと思って、達彦は応援してるって感覚かな。でもね、今日雑談朝見たんだけど、頑張ってたんだよね、雑談を。それは、微笑ましかったな。あ、頑張ってるなっていうのが伝わってて、多分リスナーにも伝わってるんだよ。頑張って喋ろうっていう。あれは、なんかすごい良かったね。尊敬する配信者はいないかな。小井さんいらっしゃい。じゃあすいません。1時間に1回アイテムをいただいております。もしよかったらお気持ちだけで結構ですので、音楽がかかってる間、今から流す音楽の間に、アイテムをください。風船1個でも構いません。よろしくお願いします。それでは音楽かけます。音楽スタートです。風船1個でも構わないので、ぜひ、この番組を支えてください。よろしくお願いします。朝日ちゃん病気なんだ。へえ、知らなかった。はい、ハッチーペンギンありがとう。ハッチーいつもありがとうね。はい、ワド2マヒルさん、ハート5個ありがとう。ハッチから、ペンギンプレゼント4個ありが、うん、ペンギンプレゼントかな。ペンギンプレゼントありがとう。クマローさんバーガーありがとう。ペンギンありがとう。ハッチーふみたん、バーガープレゼントありがとう。まんじさん、バーガープレゼントありがとう。ありがとうございます。みややさん、バーガー2つありがとうございます。バーガー2つありがとう。こんばんは。はい、東越井さん風船プレゼントありがとう。アルさん5個ありがとうね。風船フリーランサーバーガーありがとう。ハッチーチンアナゴ10個ありがとう。チンアナゴ10個ありがとう。ありがとうございます。はい、ハッチーチンアナゴ10個プレゼントありがとう。ありがとう、アイテムありがとうね。ハッチから隠れクマの実プレゼントありがとうございます。ありがとう。ハッチ隠れクマの実プレゼントありがとう。ご覧の番組は、アイテムをくれてるリスナーさんの提供でお送りしております。1時間また雑談やりますので楽しんでいってください。おい、あ、かなたんありがとうね。ありがとう。もしよかったら俺フォローしておいてね。よろしくです。それこそデルチャンピンなんか向いてるんじゃないかね。17で放送すんの。17ってね、あれ、セブンティーンって読むんだって。セブンティーンってサイトなんだって。セブンティーンのツイッターもあるからフォローしておくといいかもよ。まあどうなるか。まあ様子見だね。しばらく。まあでも、1ヶ月でね、いいスタートダッシュ切れたらね、面白いことになるから、走ろうと思ってるけどね、俺は。せっかく新しいところだから。もしよかったら僕のツイッター確認してみて、読み終わったらいいね押しといてください。
みんなで配信とは何なのかっていうのをさ、見せてやろうよ。うん。アスペ特有って前に言ってたの。メガっていうか、あの人がアスペルガー症候群のステレオタイプな感じがした、俺は。あの、横山みどりさんは。あの、俗に言うアスペっていう感じかな。うん。みんなが想像するアスペルガー症候群のステレオタイプの症状が出てるっていうか。俺今でもそう思ってるよ。みどりさんアスペだなーって。あの、ネタじゃなくて本当にアスペだね。それは別に変わってないな。あの、自分がさ、ほら、病気を持ってると、やっぱ病気に対して詳しくなるから、うん。どっからどう見てもアスペだよ。まあ、別に面白いこと言ったつもりじゃないんだけどね。うん。普通にアスペだね。それがさ、あの、セブンティーンってアプリが面白いのがさ、あの、もともと Facebook とか Instagram みたいなサイトで盛り上がってたの。だから配信サイトが始まったのここ2年ぐらいなんだって。もともとインスタみたいな、だからリスナーさん同士のその写真の交流とか Facebook 的な交流がすごい盛んらしいんだよね。うん。それはなんかいい文化っていうか、なんか面白くなりそうだなとか思ってる。なんでミュールだけサムネつかないんだろう。なんか最近ミュールサムネついてないよね。バグかな。配信者が捨てなくちゃいけないもの7箇条を教えてください。7箇条じゃないです。今から言うことをよく覚えておいてください。1個だけです。配信者が捨てないといけないもの。いくよ、みんなメモ取る？メモ取ってよ。いくよ。配信以外の全部捨ててください。以上です。俺は本当にこれを実践してきたから。配信以外のものを、配信始めてから配信で全部失ったの。ただ今手にしてるものは配信で全部手に入れたけどね。うん、それくらいの覚悟がないとダメでしょ。俺はそうやってやってきた。配信で全部失った。でも今持ってるものは配信で全部。全部捨てろ。全部です。全部です。で、でも今、俺が手にしてるものは全部配信で手に入れたから。おい、おなつさん、ワドツー。風船ありがとう。おい、サクトラ、お疲れ。いらっしゃい。これはメモですね。でも、そういうことだと思うよ。何をやるにしても。これは何をやるにしてもそういう生き方だから。別に。あの、人には人のやり方があると思うけど。メモって、うん。でも、プロになるってそういう人の方が安心できない。料理を食べるときにさ、料理にすべて時間を取られて、でも料理しかないんですよって。今あるものは料理で全部手に入れたんですよっていう人の料理食ってみたくない？個人情報を失ったの、例えば家族とは縁切ったし、配信前の友達なんかもう何年も会ってないし、恋人もいなくなったでしょ。あとなんだろうね、時間も。配信以外の夢ってないじゃん。配信やってるんだもん。全部ない。可能性が配信に全部向けてきたから。うん。おい、ルシファー、101個風船ありがとう。数合わせてくれたの。だから、おお、ちゃんまよ、久しぶり。ワド2、元気？なんかたまに配信見るけどね。相変わらず美人だね。そうそう、ワド2、楽しんでてね。だからまあ、俺はそうやってやってきたけど、まあ、そこまでする必要はないって思うんだったら、それでいいんだろうけど、でも、そこまでのやつはそこまでのやつだっていうのが俺の感覚かな。なんかうまくいかなくてもいいから全部金繰り捨てるやつの方が面白いと思ってるけど。それくらいの気持ちでやるのが普通じゃない？プロを目指すんだったらね。初めて亡くなった時どんな心境？いやー、寂しかったし、なんか捨てられたっていうか、なんか孤独だったよね。なんか夢を見て夢を目指してるのに、お前変わったなとか言われんのよ。結構ひどいこと言われたりしたから、毎晩
それこそ本当に毎晩に近いぐらい泣いてたのや。本当に。家で一人で。そんなの何回もあるよ。でもまあ、やってよかったなと思ってるけどね。17知ってんの？ちゃんまよ。セブンティーン知ってるの？17行きますよ、僕。便所さんが配信する上で女は邪魔になるって言ってた。あー、俺はでも、そんなことないかな。俺は全然それはないかな。人によるんじゃない？良くも悪くも後からついてくるものが結果ですからな。まあそうだね。いいこと言うね。テポドンさん、申し訳ないんだけどさ、俺、テポドンさんに対して、お前とか言うつもりないし、みんなで楽しくやってるんで、いきなり、あなたがどんな人か知らないですけど、お前っていうのやめてもらってもいいですか？申し訳ないっすね。そうそう、結果って後からついてくるものだからさ、いいんだよ。そう。やりたいことやるのが一番いいと思ってる。ドルフィンさんね、本当に、本当に全部失ったと思ってるね。メタファーとか、比喩表現とかじゃなくて、本当に全部失ってる。俺は配信を始めて。まあ、人によると思うよ。一概に女の人全員、ね、配信の邪魔だとは俺は思ってないよ。おい、舞ちゃん、こんばんは。風船ありがとう。いつもありがとね、舞ちゃん。応援してくれて。ありがとう。先10個ありがとうございます。ああ、まあ、あれだよ。人のことを叩く。日本人の特にそうだと思うけど、人のことを叩く人って成功したら褒めたたえる人だと思うよ。普通に付き合ってくれるもん。普通にファンは普通にいつも応援してくれるよ。どんな時でも。それがファンだよ。なんでワドをいいことに言うのにこんなにアンチいるの？なんだろう。アンチに聞いて。俺、アンチじゃないからわかんない、じいじ。いいこと言うかどうかじゃなくて、俺のこと嫌いなんでしょ、多分。全部なくなってもやりたくなる配信の魅力って何ですか？俺が自分に約束したから。配信で飯食いたいって。好きなことに、なんかこう、嘘をつきたくなかっただけっすね。配信がただ好きだったの。魅力とかじゃなくて。で、配信で飯食うって自分で決めたから。自分との約束は果たそうと思って。自分だけは裏切れないでしょ。配信で、お金持ちになるのと YouTuber で金稼ぐのどっちが確率ある？ああ、それはわかんないけど、俺はお金稼ぎたいから配信やってるわけじゃないのよ。でもね、面白いことに YouTuber か配信者かっていう二択だったのね。で、俺日本で初めて YouTuber やった俺だったのよ。顔出しして、なんかやるっていうのを日本で初めてやった人だったの。だから、YouTuber もうやったから配信やってみようっていう判断をしたんだよね。まあ、失敗だったよね。お、え、ドルフィンエフェクト流れた？ドルフィンありがとう、ヒーローさん。なんかバグってるよね。ドルフィンエフェクト流れなかったよね、今。深夜さん、初見さん、風船ありがとう。楽しんでってください。配信のせいではないけどね。俺は家族に迷惑かけるわけにいかないから、縁切ってから配信始めたよ。だから実際会ってないかんね。妹とも弟とも母親とも、ばあちゃんとも。本当に会ってない。ドキドキライブの運営から配信契約しませんかって来たんですけど、怪しいですか？ドキドキライブって、あれですよ。ふわっちの運営じゃなかったっけ？ふわっちの運営だから認められたんじゃないの？俺はドキドキライブから、ねえ、どうこうっていうのは、守秘義務とかがあるから言えないんだけど、まあ、聞いてみればいいんじゃん。怪しいですって書いてみれば。本当ですかって。契約したいって言われてんなら契約すればいいのに。ふわち今日重い？どう？別に俺はそんなになんか重たそうな感じはしないけど。
まあね、いきなりね、身の丈を超えるような話が来たら確かにびっくりするよな。え、なんで私に声かかったのとか、嘘でしょと思うかもしれないけど、愛さんが面白いことやってたんじゃないの？普通に認められたんじゃないの？簡潔に言うと何でしょうか。あのね、クズ、配信者が大手になる人がなんでクズかっていうと、全部さらけ出してるからなんだよね。全部さらけ出してるから、リスナーさんに認められるし面白いんですよ。で、全部さらけ出したらクズになるんだよ、どんな人でも。だからクズになれない人は配信向いてないと俺は思う。配信2日目でメールが来たので怪しいなと思いました。今何パーセントかバックか交渉中。あ、じゃあまあいいじゃん。ただ、DM が来たの？メールが来たの？フォロワーとかちゃんとアカウント確認したら本当のドキドキライブかどうかわかるじゃん。それで言ってみればいいじゃん。ちゃんと。公式アカウントかどうか確認とかはすぐできるでしょ。で、明らかな嘘だったらフォロワー100人しかいなかったりするわけじゃん。あ、これ嘘じゃんって。本当に DM とかでドキドキライブの公式から来てるんだったら本当なんでしょ。目に留まったんだと思うよ。俺も何社か来てるけど、まあ言えないけどね、ドキドキライブから来たかどうかっていうのは。DM？ じゃあ、本当なんじゃないの？乗っかっちゃえばいいじゃん、いい話は。いい話は乗っかった方がいいよ。もったいないから。チャンスは掴んだ方がいいよ。おお、すげえ、ガーディアンが、あ、ガーディアンができた！ ガーディアン、初ガーディアン、ありがとうございます。すげえ、ガーディアンもう誕生した。面白い、告知が来た。ガーディアンになったって。ありがとう、ガーディアン。すげえ目立つんだけど。え、ガーディアンガーディアンの人見てます？ガーディアンの人晒していい？ガーディアンの人晒していいっすか？ちょっとこれ、記念に撮ろう。お、すげえ、6日間。1週間ガーディアン、ありがとう。すげえ嬉しいわ。この仕組みすげえな。え、ガーディアン晒したいな、これ。いや、笑うわ、これ。いや、もうガーディアンできた。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいわ。俺の、このプロフィールページあるでしょ？俺のプロフィールページの右上にガーディアンってあるから、クリックするとガーディアン誰かわかるよ。すげえ、これがガーディアンか。ここの、俺のトップページあるじゃん、アプリの。これの右上クリックするとガーディアンが誰かわかるよ。晒し者にされるからね。初ガーディアン。いや、笑うな、本当に。ガーディアンありがとうございます。仕事早えわ。ねえ、このガーディアンを超えるためにはいくら振り込まないっていう落札制なの。7日間で引きずり下ろすためにはガーディアンの取り合いなの、これ。あ、楽しみだね。どんな入場になるんだろう。なんかすごいらしいよ、エフェクトが。ガーディアンのコメントは。もう、ガーディアンがログインした瞬間にすごいことになるんだって。ありがとう。笑うわ。あざーす。いや、いい仕組みだよね。あ、フォロー6人になってる。早いな、みんな。見てきた？ 目立つでしょ？ 笑うっしょ？笑わない？バーンって晒し者にされる感じ。リナポヨいらっしゃい。減られる前にヘロー。あれ面白かったよ。リナポヨね、ちょっとね、チェックしてたの、実は。ロムって。でもね、リナポヨがね、お前たち分かってないなーとか言いながら、配信者なんだけど、リナポヨは、君たちいいかい？減られる前に減るんだよーって言ってる時に、これでなんだか分かる人いるっつってもみんなしらーっとしてたの。で、俺はもう、ロム戦って決めてたのに、もうグランドチャンピオン書いちゃって。面白いよね。俺も松本人志大好きだし。多分ね、今度のみさんと会うよ、俺。のみさんと会わせてもらうって二人から言われてるから、新宿なんだよ。
新宿じゃなくてどこだったかな、住んでるところちょっと言えないんだけど、この辺に住んでて、そう、職場もこの辺だから、今度一緒に飲むかもしんない。そう、飲みさんと。そう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 。それで思わずコメント打っちゃったんだよね。くそー、見たいのに見れない。残念だね。なんで家に Wi-Fi 引いてないの？家に Wi-Fi、パソコンとかで、あ、そっか、パソコンから見てんのか、今多分。皆さんもしよかったら僕のツイッター見ておいてください。よろしくお願いします。お願いします。ああ、アイさんありがとう。ハートありがとう、アイさん。また来てね。ありがとう。頑張ってね。せっかく公式からね、ドキドキさんのスカウト来たんだから。頑張れ頑張れ。またどこかで会おう。これ笑うな、ガーディアンは。ガーディアン専用サイトがあるんだよ。すげえな。ガーディアン専用サイトってすごいね。歴任のガーディアンとかも出るんだ。Wi-Fi があるから見れてるんだ。リナポヨ風船ありがとう。また来てね。減られる前に12章経て。おっと、このままだと下ネタを経てしまうところだった。ありがとうね。クソカスカオスバーガー6個ありがとう。ありがとう。Thank you。あ、あれか。ドキドキじゃないか。あの、ファンライブの方か。ツイキャスの運営は。ツイキャスじゃなくて、フワッチの運営は。てか暑いな今日。冷房ついてる？冷房ついてるよな。ついてるの。何したか遊んでほしいの？さあ。後で遊んであげるよ。さあ。電話とメールができない。電話が止まったのか。ああ、なるほど。だからアプリが作れないって、そういうことか。Facebook やってないの？ミュール。Facebook アカウントも作っておいた方がいいよ。ああ、本名登録は嫌だとか言ってたか、前。Facebook 便利だけどね。おー、ジャスティスお疲れっす。楽しんでってね。
いらっしゃい。また来てくれた。ありがとう。ありがとうね。何やつっけ。あ、そっかそっか。Facebook やってない。偽名で登録するしか。なるほどね。8月から、いや、メインの配信は圧倒的にふわっちだけど、わかんない。やってみて手応え感じたら俺のことだから気が変わりする可能性があるから、一応俺はふわっちやを自称してるからね。一応ふわっちゃだと思ってるけど、それはどうなるかはわからない、正直。どうなるかね。何やろうとしたんだっけな。金前さんにブロックされちゃった。マジで。一応配信はそんなにこだわらないでいこうかなと思ってるけど、ありがとう、フォローありがとう。ありがとうね。どうなるかね、セブンティーンね。っていうかもうまだ配信やってないの、もう6レベルになったんだけど。で、30レベルになると何が起こるのかっていうと、すげえ面白いんだけど、コミュニティが作れんの。名前忘れちゃったんだけど、なんとかっていうコミュニティ?ギルドみたいなのが作れんの。で、簡単に言うと、俺がこの人だけ招待するっていう人を選んで、要は囲いの人とかを選んで、うちわで掲示板とか、やりとりとかができる。ホース限定放送だとか。すごくない?すごくない?まあ、発達障害結構多いよね、チャトラさんね。置いてきぼりって、そんな被害妄想やめてよ。ちゃんと告知打ってるでしょ。先行で。自分が携帯で払ってないんでしょ。もう、その出費が多かったのかな今月、ミュール。ミスった。まあ、そういう月もあるさ。まあ、結構面白いことになりそうな感じはするけどな。はい、ペコポコランドさん、こんばんは、初見さん。楽しんでってください。和道です。よろしくお願いします。
早く見てみたい。配信画面縦だったのや。縦で全画面だと。ダウンロードしたら他の配信者見れるよ。もう多分日本人ほとんどやってないと思うけど。テストで見てみたら。あのね、LINE ライブとかに近いね。感覚的に言うと。17って他に有名配信者誰かいてる？ああ、じゃあ、チェックの方法を教えてあげる。17ってツイッターアカウント、公式アカウントももうあるんですよ。で、あとは自分で考えてほしいんだけど、俺はフォローされてます。はい。言ってる意味わかる？ 17 のツイッターの公式サイトを見て、フォローしてるってことはどういうことかわかるよねっていう。フォロワー見てごらん。結構びっくりする YouTuber とかいるぜ。あとは、ご自身のご想像にお任せします。僕からは何も言いません。はい、結構面白いよ。うん。ワド、ここで戦うのっていう。大丈夫っていう。何がすごいかって、みんなギャルばっかりだからね。インスタグラムとかの女子ばっかりなの。うん。何言ってるか全然わかんないでしょ。うん、和道さんはツイキャスはやらないんですか？僕やらないですね、ツイキャスは。あの、一回やったことあったんですけど、なんでか知んないけど、ずーっとおすすめ規制になってて、何にもやってないのに。で、頭に来たんで、運営さんに返信メールずーっと半年間流してたんだけど、あの、なんで解除してくんないんですかって、何もやってないですよって、何が原因ですかってずーっと送り続けたけど、解除してくんないからバカ野郎っつって、もう二度とやんねえわ、このクソ運営がっつって、悪態ついてやめた。てめえみてえなクソサイト二度と関わらねえわっつって運営にメール送ってやめた俺は、うん、そんな感じかな。配信者ねいっぱいいるからね今ね。なんかツイキャスでやる理由がないんだよね俺。何にもないツイキャスでやる理由が。ご飯食べていけますか？ですね、収入で言うと、15万以上稼ぐようになってからは9ヶ月ぐらいですね。だからまあ、貧乏だけど食っていくことはできるっていう判断。で、15万以上稼いだらプロ名乗るねっていうことを言ってて。で、今だいたいね、今月が50万ぐらい、先月も50万ぐらい、ふわっちだけの収入ね。他入れたらもっとあるんだけど、ふわっちだけだと50万、25万とか。で、そこから下が、まあ、18万、20万、15万とか、その辺。うん。だからまあ、ご飯食うことはできてます。ペコポコランドフォローありがとう。あ、ふわちは月、もう50万ぐらいですね。僕は、今。うん。50万超えてるかな。うん。それくらいですね。ふわふわさんの質問ね。かぶっちゃったね。ごめんね。ふわふわさんフォローありがとう。うん、あ、もちろん、確定申告するのって質問よく来るんだけど、ぽぽさん。それはただの国民の義務だから。あの、ただの国民の義務なんですよ。だから普通にしますよ。はい。それをしないかするかっていうのは、あの、ただの犯罪者かどうかっていう話だから。うん、あ、もしよかったら、ふわふわさん、ツイッターとかもフォローしてください。ツイッター、YouTube、Instagram 全部やってるんで。うん。LINE とかも公開してるんで、ぜひぜひよろしくお願いします。うん、よろしくお願いします。皆さん。まだね、でもね、あの、英語だったり、中国語だったりするから、今必死でね、日本語に変換してるらしいよ、スタッフさんが。頑張ってる。
フワッチで50万ぐらいかな。うん。チネルさんいらっしゃい。まあ、もっと稼いでる人腐るほどいるからね。あんまり大したことないよ。ギャルばっかでしょ？びっくりするでしょ？なんで俺スカウトしたのって俺が言いたくなる。あ、スカウトはあれなんだけど、ごめん。たくみさん今のところカットしといてください。なんでね、あれ、俺やろうと思ってんだろうと思うよね。うん。なんで俺やろうと思ってんだろう、こんなサイトでっていうね。新しいところに行きたかったんだ。うん、おっと危ない。ギャルばっかだよ、うん、畑全然違うでしょ。、うん、びっくりするよね。ミーティングとかね、勉強会行ったんだけどこんな感じだったからね、全員なんかイケてるギャルしかいなかったよ、うん、笑うわ。まあ、いろいろ試してこうよ。せっかくだから。平均睡眠時間は俺、14時間かな、今。12時間から14時間ぐらい。昔から変わってない。小学生とかから。それが一番、その自分のペースがいいっていう、心がいい感じ。12時間から14時間。で、寝たい時に寝て、起きたい時に起きるっていう生活。だいたいね、30時間起きてる時もあんのよ。20時間ぐらい起きてるかな。20時間起きて、12時間寝るとかが普通のサイクル。稼げない時間は早朝ですか？いや、逆でね、俺、その時間帯で見ると、俺が稼げる時間帯は朝の7時から4時間だから、11時ぐらいまで。ここが一番安定して稼げる時間帯の。で、強い時間帯っていうのをそれぞれ持ってるから、俺はね、あと夜、今やってる時間帯、この夕方4時ぐらいから、ゴールデンタイム入る10時前の時間はすごい稼げるね、俺は。うん。ゴールデンタイム入ったらもう閲覧も持ってかれるし、全然ダメ。全然稼げない。だからもうその時間やらないって決めてる。まあそこはね、向いてる向いてないの話だから。人によると思うよ。自分が強い時間帯ってあるんだよ。ドレさんだったら早朝とかさ。逆に時間にとらわれない配信者もいるし、ずっとトップ走れる人もいるし、もうそれは人によるとしか言えない。俺は早朝得意だね、うん、早朝でだいたい安定して稼げるタイプだね。なんかね、多分みんな和道に投げて寝るとか、仕事行く前に和道に投げるみたいな、うん、クローズアップ現代出たらしい。なんかあれでしょ？リスナーさんに殺人鬼がいたとか、そんな話でしょ？で、インタビューされたって感じだよね。うん。違かったっけ？うん。
月平均どれくらい？いや、平均は出せないよ。ただ、何月はどれくらい稼いだ、何月はどれくらい稼いだっていうのは言えるけど、平均はわかんない。ずっと上がり続けてるから。うん。だから何月はいくらって言ってもらったら答えられるよ。たくみさんはどつ？リスー。お疲れっすー。マックイーンはどつ？楽しんでてね。アロハさんありがとう、風船。ごめんね、コメント読むの遅くなっちゃって。アロハさんありがとう。やべえな。試しにやってみる今。まあ、いっか今は。スマホ用の三脚買わないと。プロ配信者気取りなのこの人。いや、プロ配信者ですけど。何か。ひろゆきさんいらっしゃい。何か。プロですよ。今いいや。やめとく。あとでなんか夜中にテストやってみるよ。使い方慣れないと。バタフライテールこんばんは、ワードツ。バタフライテールツイッター見といて。で、ツイッター見たらさ、いいね押しといて。ツイッターに全部書いてあるんで。ツイッター読んだ人はいいねボタン押しといてください。読んだよってことで。ドルさん嫌い。ミニ四駆？あ、アキラッパいらっしゃい。いや、できたよ、もう。見る？パーツ買ってきて。もう今日は配信でやると数えるからあれだからやんないけど。かっこよくない？やばくないこれ。俺の、これなんだっけ？なんとかスコーピオン。なんだっけ？名前が出てこないな。ビークスパイダーだ。全然違うわ。ビークスパイダー。かっこいいでしょ？で、今日塗装やろうかなとか思って。うん、ブンブンさんいらっしゃい。いや、してないです。毎日10時間以上配信するんで。例えば、スクワットしてたよね。まあ、いろいろ試すのが大事だよ。例えばなんだけど、あ、売り上げもろ出てる。ごめん、ちょっと売り上げ見ないで、みんな。売り上げ見ないで。はい、売り上げは消します。ステッカー販売も消します。ステッカーの売れ行きも見ないでください。やべえな。準備してなかったな。放送時間っていうのが書いてあるんだけど、これ営業日報なのね。売り上げ全部バレた、今。まあ、企画内容とか放送時間7時間、9.5 時間、10時間、7.5 時間、6時間。で、この日は沖縄飛行機移動してたから休みで、12時間、1時間半、6時間、6時間とか、こんな感じでやってるよ。平均すると多分、24時間やる日とかもあるから、相当やってる感じだね。で、まあ、登録数とかの増えたりとか、そういうのをチェックしてるんだけど。うん。でしょ、いいでしょ、アキラッパ。で、のんちゃんも作らせようと思って、やっぱライバルが必要じゃん。ライバル、が必要だから、いいねしてきた、読んだ。うん。のんちゃんのマシンはこれにした。のんちゃん自分でかっこいいのがいいって、くまモンにしろって言ったんだけど、のんちゃんは白のシャイニングスコーピオン。かっこいいマシン手に入れやがってよ。で、のんちゃんは素組みで行くって。とりあえずは。で、俺がプレゼントしたこれ。のんちゃんのはシャイニングスコーピオン。で、俺のはビークスパイダー。うん、これね。戦うんだ。業務日報はつけてるね、毎日。配信を仕事にしたい。頑張りなよ。うん。やめといた方がいいと思うけど。よっさんに顔似てる？そう？
やめて、うん、あんまり嬉しくない。対照的だよね。だってこれ敵役のマシンで、でのんちゃんのは主人公が使ってるマシンだから、うん、まあ3年ぐらい頑張ったら仕事になるんじゃないかな。本気でやったら毎日10時間休まずやったらなるでしょう。プロにどんなことでも、どんなことでもなると思うよ、うん、いやいやブンブンさんとんでもない。コメントなくなったら何話していいかわからなくないですか。俺はそんなことない。逆にもう何も話さなくなった。あの例えばみんながねシックなバーに行ったと、気分のいいバーで飲もうって、ちょっとリッチな感じで飲もうって思ってる時に、ウェーイおっぱいぽよーんとか言ってるさ、バーテン見た瞬間なえない。うわぁ来る店間違えたわってなるぞ。うい乳首とか店員さんがやってたらいるじゃん、そういうの。うわないわ、来る店間違えたわってなるでしょ。それをするんだったら何もしてないバーテンダーこうカクテルこうやって作ってた方がいいでしょっていうように、喋ればいいってもんじゃないのよ。俺も無理して喋ってたんだけど、喋れば喋るほど損する店とかもあんの。喋るのが仕事だと思ってるかもしんないけど、俺は嫌だそういうのは。うん、和道さんは食べていけます。俺はまあもうずっと食べてますね、9ヶ月ぐらい、うん、資金は必要ないよ。ネットがつながってればいいわけだから。まあ今のご時世スマホもパソコン持ってるでしょ、例えで、うん、資金はまあ別に俺は必要なかったけど、うん、いや自分で作らせるよ、俺作んないよ。だからまあ無理して喋るっていうわけじゃなくて、人と人とのコミュニケーションを大事にできる人はうまくいくと思うけど、それが俺の感覚かな。喋らないと閲覧落ちる。いや可愛いだけで閲覧多い人とかもいるかな。一概には言えないと思うよ。うん、まあなんだろう、まあ俺は誰も見てなくても喋ってた。え、バイトすればいいじゃん。バイトすればいいじゃん。バイトしながら10時間やればいいんだよ。だってバイト8時間ぐらいでしょ。18時間やればいいんだよ。仕事して配信3年間。そしたら食っていけるよ。絶対。うん。だから、まあバイトが8時間で4時間余ってるなら4時間やるとかさ。だって何かでプロになるってさ、ボクサーでも何でもそうやってやってるでしょ。ああ、まあ、ブロックするか。うん。はいはい。はい、ミュールありがとう。ごめんごめん、視界に入らなかったわ。いいね。こいついらなくねって。なかなかパンチあるコメントだよね。リプライで、こいついらなくねありがとうって、いらねえわって。ごめんごめん。多分、和道さんみたいに知名度なければ、無言だと閲覧落ちると思いますよ。それ分かってたから俺は喋ってた。うん。それは分かってたから。でも今はやらなくなったかな。無言は無言でいいや、みたいな。俺の無言。とかね。俺今無言だよっていう。そういうスタイル。開き直り大事よ。結構。開き直り大事。勝ち組の余裕、いや逆だね、そういう余裕が出てきたから稼げるようになったかな。うん、やっぱりね、リラックスしてる時ってパフォーマンスいいんだよね。そう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 、最初から知名度あったわけじゃないから、みんな最初は過疎だよ。みんな最初は過疎、うん、そっからゆっくりゆっくり実力のある人上がっていくわけでしょ。最初から有名なやつなんか俺見たことないもん。聞いたこともないし、深夜庁とかね、金梅さんとかほら2チャンネルで活動してたりとか、アメブロでトップ行ってたりとかさ、実績ネットでの活動では長いから、うん、いきなり大手になったように見えるかもしれないけど、前のサイトでの実績があるんだよ、うん、
まあ石の上にも3年だよね。うん、はいはい、ロムっていいよ。和道さんみたいに知名度がないと、あ、わかるよ。だからあえて言った、逆張りで言ったっていうところがあるの。でも、ぶっちゃけた話、変に無理に焦るぐらいだったら喋らない方がいいと思う。本当に。無理して喋って面白くないことをやるぐらいだったら、黙ってた方がいいと思う。おい、カオス、お帰り。そう。それって大事なんだよ。沈黙、うなちゃんマンとか沈黙結構使ってるよ。喋りの技法で言うと、なんだろう。少し黙って、パッと言うっていう。いろいろあると思うけどな。あんまり、無理してやると良くないよ。しゃかり気になってるやってるやつよりも、リラックスしてやって、ニコニコやってるやつの方がいいよ。笑顔で。このなんか余裕感が人をリラックスさせたりとかするんじゃないかなっていうふうに俺は思ってるけど。大事だよ。一個のサイトでいきなり知名度出る人もいるのかな？いるいる。例えば、愛子さんとか、こうやとか、どれさんはふわっちでバーンっていったタイプでしょ？俺はニコ生とふわっちで、ツイキャスはこけたから、合うサイト合わないサイトってあるのね。YouTube は合うけど、ニコ生合わなかった人とかもいるし。だから自分がどこで合ってるのかを見極めるっていうのは結構大事だと思うよ。どのサイトでやるのかで雰囲気だいぶ変わったりするから、俺も合わないサイト合わなかったからね。ツイキャスなんかひどかったよ。ツイキャスはマジでひどかった。渋谷のクラブ T2 やアトムへ行ったことありますか？僕、クラブっていうのを人生で一回も行ったことないかな。アシベは行ったことあるかな？ないですね、ほとんど。クラブミュージックとかもわかんないし、クラブ文化はわかんない。ライブハウスはいっぱい行ったことある。ツイキャス、これでしょ？アルさん。便所さんに。これで。めちゃめちゃ痛かったんだけど、これ。便所さんと初コラボがツイキャスでのコラボだったのね。初配信で。で、みそぎだよっつって、便所さんが花見の時にこれ持ち出して、で俺の髪の毛ジョキジョキ切り始めたんだよ、これで。これでしょ？これだよ？便所さんが持ってきたの。これ、現生だよ。現生。おう。懐かしいよね。これ、いる人いる？伝説の。ツイキャスで俺をバリカンでこれバリカン、こんなバリカン見たことないでしょみんな、そう、これで便所さんに駆られたんだよ。小ネタ好きだよな本当に。見てた？サトシさん、これ欲しい人いたらプレゼントしますよ。おもしろ図鑑さんフォローありがとう。お初ありがとう。夫婦マン、いらっしゃい、楽しんでってね夫婦マン。いや、ツイキャスは年齢層が合わなかったね。俺の放送はほんと R30 って呼ばれてて、精神年齢30歳以上じゃないとついていけないって言われてるから。なんかね、昨日もね、うさぎ番長っていう女の人が配信者にいるんだけど、ずーっとディスられてたんだけど、単純に俺の話が理解できて仲いいだけだったんだよ。俺のこと小馬鹿にしてて、なんか鮫島さんの方がすごいみたいなことを言ってたんだけど、単純に俺の話を内容を何一つ理解してなかったの。なんか言ってることを間違えて捉えたりとか。あ、だからまあこの人は俺の放送ついてこれないだろうなっていうのは本当に思った。いや、ひどかったよね、クソカスカオスね。マジで全然理解できてねえやと思って。まあまあ、しょうがないよなっていう。だから俺はいつも言ってんだけど、30歳ぐらいの精神年齢がないと無理だと思うよっていうか、視野の違いつかね。そうで、なんか詐欺師だって言ってディスられたんだけど、でも別に俺誰も騙してないんだけどなーとか思ってたけど、まあ黙って見てたけど、なんかだから成功できないんだよみたいなことを言われんのよ。
その女の子に。なんか知んないけど。で、あなたにとって成功って何なんだろうみたいな。俺少なくてもやりたいことやって楽しいだけなのになぁと思ってて。なんでこの人にこんなこと言われないといけないんだろうっていう疑問はあったね。そうそう、楽しみ方全然知らないだけなんだよね。そう。エンターテインメント性を全然分かってないんだよね。まあ、しょうがないよね、それは。あいつは顔が綺麗で頭が空っぽなタイプ。まあそういう言い方はしないけど、なんかまあ人生で何も考えてこなかったんだなっていうのは思った。多分ね、メタモルフォーゼの意味分かってないんでメタモルフォーゼって言ってんだよ。で、リッスンもなんでリッスンなのかを分かってないで言ってんだよ。だからね、多分ね、あの人ドレさん信者なんだよ。絶対そうでしょ。ドレさんのこと好きなんだよ。で、ドレさんが言ってるのをなぞってるだけなのよ。だからまあまあまあ無理だろうなっていうか、その自分のリスナーを自分の意見で持つことは無理だろうなとは思った。なぞってモノマネしてるだけ。うん、配信ツイキャスやってたかな。うん、要はほら、新宿ら辺プラプラ歩くの、散歩でよく外配信するんだったらその辺歩くしかないから、よくやってるよ、ニコ生の頃も。あ、ゆまちこんにちは。マスさんのこと言ってるやついましたね。ただの売名ですよ。いや、売名っぽくはなかったけどね。本当に嫌いなんだろうなと思って。まあ全然いいんだけど。うん。だって、会ったことのない人に悪口言われてもさ、俺は逆に不思議なのよ。会ったこともない人の悪口言えるっていう感覚が不思議でしょうがなくて。俺、その人に会ったことすらないんだよ。で、俺からしたら、どなたですかって感じなのよ。飯食ったことありますみたいな。関わったことあります？いや、ない。でもお前が嫌い。すごいよね。すげえなーと思って。逆にだからネット依存しちゃってるんだよ。もう一般的な感覚じゃないっていうか。俺はドレさんのこと嫌いっつってのは、放送を見てリスナーとして言ってるわけじゃないのよ。嫌なことをされたから嫌いだっていう明確な理由があるのよ。人のこと好き嫌いってさ、関わり合いでできるもんじゃん。例えばさ、チョリスこんばんは。例えばさ、神に愛されたリスナーいらっしゃい。例えばさ、ここにいるリスナーさんの名前をいきなり挙げてさ、俺あいつ大嫌いなんだよねって言われたら、お前俺の何知ってんだよって思うでしょ、みんな。俺謎の X よ。おい謎の X よ。おめえの生き方大嫌いなんだよ。とか言われたらさ、えって思うでしょ。思わない？なんで俺、お前俺の何知ってんだよって思うでしょ。だから俺はそんな感覚なのよ。なんで俺に会ったこともないのに、で、俺の放送はチェックしてるわけでしょ。めちゃくちゃじゃん。うん。たまたま買い物行って酔ったコンビニ店員に悪態叩かれる。そう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 、そんな感じ、そんな感じ。あなた誰？みたいな。だからまあ、その人の生き方の問題だよね。30歳なんですけど、メンヘラで働けなくて生活保護なので自殺したいです。生活保護抜けたいんですが、対人恐怖症で外に出れないです。配信で稼ぎたいんですが、何から始めればいいですか？ OK。ふわふわさんね、その話題は、トツかけてきて。俺の LINE やってます？ふわふわさん、もし LINE やってるんだったら、俺のプロフィールページに、LINE があります。で、LINE 登録して電話かけてきてください。放送で、答えます。なんでかっていうと、それ、質問が重すぎる。だから、ちゃんと答えてあげるから、ちゃんと電話でかけてきて。ちゃんと1時間でも2時間でも話してあげる。和藤さんいつコラボする？もういつでもいいよ、愛子ちゃん。うん。驚くだよね、謎の X。俺がやられてんのそれだからね。あや、ありがとね、17登録。今来た人は、下のコメント欄にある Twitter のトップページを読んでおいてください。読んだら意味がわかるので。で、読み終わったらいいねボタンを押してください。はい、読んだよって意味で。俺の Twitter のトップページに書いてある文章を、今すぐチェックしてきて、いいねボタンを押してきて読んで、内容を理解しておいてください。よろしくお願いします。これは凸で聞く部分だよね。好きの反対は嫌いじゃなくて興味がないことってどう思う？俺はそう思うね。本当に嫌いだったら見ないはずなんだよ。うん。何のコラボ？いや、何のコラボって、和道さんいつコラボするって愛子さんが言ったんでしょ。ねえ、いいよ、いつでもコラボするよっつって、何のコラボってあなたが聞くの？あなたがコラボしたいって言ったんだから俺が聞くんだよ、それ。何のコラボするって。なんで俺が決めるんだよ。
コラボないよ。あなたがオファー出したんだから、あなたが企画決めなさいよ。なんで俺が企画決めんだよ。めちゃくちゃだな、本当に。そうそう、トツは全然誰からでも受け付けてるから、雑談配信やってるときは。うん。金杯にアイテム投げたら無視。二度とあげん。風船ありがとう、貧乏男さん。風船16個ありがとう。アイテム買ったけど投げ方がわかんなかった。ガーディアンっていうのがあるんだけど、俺のトップページに行ってガーディアンをクリックすると、ガーディアン奪えるよ。二代目ガーディアンに就任できるよ。あや、今だったら格安になれるから、オークション制だから、ガーディアンはどん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 、値段を張っていかないといけないから、今なら格安でガーディアンになれるよ。うん。ショーって前に言ってくれたさ。いや、全然前にしよう。違うよ。前にしようじゃなくて、アイコさんから、富士急行こうって言われてたんだよ。で、俺ずっと待ってるんだよ。うん。うん、うーんって。このページあるでしょ？このページ。ここの右上、プロフィールページ、俺のプロフィールページ見て、ガーディアンっていうのを右上クリックすると、ガーディアン出てくるから、ここで投げ銭ができるし、放送中に投げ銭できるよ。うん。まあいいや。放送始まったら楽しみにしておきな。めちゃめちゃいろいろあるから。そう、ギルドも作れるし。ギルドはレベル30から作れるって。うん。あいつ、ああらしいよっていう根拠のないとか噂とかする人大嫌い。でもそういう人なぜか多い世の中。だから、そんなのばっかりでしょ。日曜日？うん、まあ、まあじゃあ、適当に。なんかさ、俺は目で見て嫌なことをされたらそいつ嫌いになるの。で、そいつがいいやつだったら付き合ってて、そいつが誰に対して悪いことやったって噂があろうが、俺は嫌いにならないの。で、なんでかっていうと、俺が悪いことされたわけじゃないじゃん。あ、富士急9月了解。でしょ？俺が直接悪いことされてなくて、誰かが悪いことされたら、それ噂にはなるだろうって。でも俺に危害加えない限り、俺には問題ないわけじゃん。だから俺は全然普通だけど、俺ふわっちは配信やめないよ。うん。人は自分が見たいように物事を見ようとするもん。あ、そうだよね。フィルターがかかってるんだよね。だから、俺のこと詐欺師に違いないっていう思い込みで見てるんだと思うよ。だって俺さ、こんだけ詐欺師って言われてるけど、リスナーさんからクレーム聞いたことある？こんだけ配信やってて、こんだけ有名で、私騙されたの？お金取られたの？って聞いたことないでしょ？私浮気されてたの？とかないでしょ？ある？私こいつに金取られたの？お金貸してって言って返されてないの？ってある？聞いたことないでしょ？なのに、なんでそんな確たる証拠もないのに人のことを、いたちごっこ本当に言ってんの？俺、あなたから金なんか借りてないけど。っていうか、あなた初コメですよね。うん。だから、それは聞いたことあるでしょ？うん、聞いたことあるでしょ？ねえ。儲け話持ち込まれたって聞いたことあるでしょ？それ、あなたがされたわけじゃないでしょ？俺、儲け話なんかしてないもん、リスナーさんに。だって俺が儲ける話だもん、配信って。俺詐欺してたのも GK さ、それは事実なんだよ。だけど配信始める前の話だし、なんで俺詐欺じゃないんだよ、しかも。信託受益権詐欺なの。ちゃんと聞いたことないでしょ。質問されたら全然答えてんのよ、俺普通に。こうこうこうでこういう理由があって、これが詐欺事件だったんだよって。で、逮捕されて俺始めたんだよって。俺詐欺っていうか、詐欺で逮捕されてんのは本当なの。それは全然認めてんのよ。だけど、配信始める前だし、被害者でもなければ何でもないのよ。俺のこと詐欺師って言ってる人は。そう。だから誰も騙してないのに、なんで一回人生間違っただけでこんなに言われるんだろうみたいな。いや、違う。だから詐欺は詐欺で認めてんだよ。だけど、俺今詐欺師じゃないのよ。詐欺で過去捕まってて悪いことやってたねって言うんだったらわかるけど、じゃあ詐欺の話してあげようか。詐欺の話してあげようか。俺、会社やってたんだよ。で、ベンチャーで、友達とか経営者少なかったんだよ。だから、みんなエンジニアとかを借りたりとか、プログラム開発の仕事があったらエンジニア借りたりとか、営業手伝ったりとかするのって、結構ベンチャーでは常識なのね。なんつうの。お互いの会社助け合って回すみたいな。で、弟の友達、
で、俺、小学生の頃から遊びに来てるやつが、友達、弟の友達から電話かかってきて困ってるって。友達の会社が困ってると。要は、弟の友達なんだけど、俺の後輩でもあるのよ。で、そいつの知り合いの会社が困ってて、営業マンが足りないんですけど、空いてますって言われて。空いてるよって言って。で、営業手伝ってほしいんですよ、つって。あ、わかった、つって。で、それを手伝って、で、どこどこの会社の書類がありますよねって聞いてることを話してあると。で、契約結びました、結びました、と。で、契約金が600万です。あ、600万受け取ったと。契約書もサインも目の前でもらったと。それを会社の人に渡したの、俺は。これだよ。これが俺が捕まった事件だよ。そう。俺が600万円おばあさんを騙し込んで、俺が使い込んだわけでも何でもないんだよ。友達の会社手伝うっつって、600万円と書類預かって、もののね、何時間か持ってて、それを渡しただけで、これが詐欺なんだよ。みんなが想像してるのと全然違うよ。4000万の売り上げって詐欺の売り上げ、それ何とも何の売り上げ。うん。そう。いや、俺結構何回も話してんのよ。結構何回も話してんの、これ。うさんくさいの見抜け。うん。そう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 。だから、もうなんか、その、俺いくらでも自分のやっちゃったこととか間違えたことは話すけれども、なんか俺がおばあさんを騙して、600万円使い込んだみたいなイメージで言うのやめてほしいんだよね。はめられたどころか、それが思いっきり、その当時日本一番のオレオレ詐欺会社で、600万円どころじゃなかったのよ。被害額半年間で20億だったの。だから、それの、要は使いっ走りみたいなことさせられちゃったのよ、俺は。だから自分がバカだったっつってんの。詐欺、なんて読むんだろう。いたちごっこ、ごめん、漢字がわかんねえわ。そう。友達が首謀者だったのに捕まってないのね。友達じゃないよ、首謀者は。そいつも知らなかったのよ。だから、全員はめられてんのよ。だから本当に株式会社も登記されてんのよ。それくらいタチの悪い詐欺事件なの。だから、オレオレ詐欺って簡単に言ってるけど、もっと難しい契約書もちゃんと巻いてて会社も存在するのよ。ただ、その会社が実体のない会社だったの、架空の。要は商品自体がなかったのよ。いや、知らない。人のことは分かんない、俺は。ほうじょ、そう。詐欺のほうじょなの。そう。そう。でも、詐欺罪で捕まってるよ、俺。だけど、その文面には詐欺のほうじょで捕ま、ほうじょは書いてあるよ。あ、共謀かな？ほうじょじゃないわ。うん。そう。で、その裁判の論理っていうのは、なんで俺がそれ分かりましたって言ったかっていうと、警察官にこうなるよって言われたとき、ああ、なるほどって思ったかっていうと、俺はそれを警察官に伝えたのよ。でも、ちょっと待て、和道って言われたの。警察官の言い分っていうのが正しくて、おばあさんからしたらお前がいなかったら騙されなかったよなって言われたの。そう、取り調べの時に。で、俺確かにって思ったんだよ。俺が、ね、600万円を取ってなかったら実行犯なんだよ、俺。どう考えても。被害者側からしたら。だから罪をもう完全に、受けて、その、やり直すと。で、おばあさんにも600万円俺が返すっていう手紙を送ってんのよ。うん、そう。幇助っていうのは、どういう意味合いなのかな。うん。裁判は正しいことが判決にならない。いや、俺は正しい判決だったと思うよ、あれは。だって、その、俺がいなかったら犯罪は成立しないんだもん。いや、悪いイメージっていうかね、要はね、話聞く気ないんだよ。要は俺を詐欺師に仕立て上げたいんだよ。うん。だから、俺は、その、間違った判断をしたし、その、なんて言うんだろう。その、自分のやることっていうのは責任持たないといけないなっていうのは本当に勉強になったし、その、おばあさんにも申し訳ないことをしたっていうのは、いや、それが、その、要は結局、裁判取り調べの中で、おばあさんに手紙送ったんだよ、警察官に渡してくれって言って。確かに渡ってるの。で、警察官も何回も取り調べしてるから分かってるんだけど、もういいですと。要は、あなたが主犯じゃないのはもう警察官から聞きましたと。で、もう手紙もいらないと。ただ、お金も返さなくていいと。それは、民事訴訟で、その、主犯にすると、言ったんだって。で、ただ一つだけ、おばあさんから約束してくれって言われたことがあるの。それは、裁判で判決が起こったことを、ぐだぐだ言わないで、ちゃんと罪を償ってくださいって。私はそれで結構です、あなたに関してはって。民事訴訟もしなければ、あなたに賠償、要はあなたが使ったわけじゃないっていうのは、警察官から聞いてるから、いいと、あなたは。
ていうのは確かに聞いてる。600万返したのについては今話したこと。俺は返しますって言ったの。何年かかっても俺のせいでこうなっちゃったからおばあさん申し訳ないからって。だけど手紙ももう書くなって言われた。これ以上書いたらストーカーになっちゃうから俺。うん、そう。自分が悪いと言えば罪軽くなるよじゃないの。そんな軽くなんないよ。自分が悪いって言って罪軽くなるんだったらみんなそう言うよ。そんな甘くないよ裁判って、うん、そんなに日本の裁判甘くないよ。警察が渡すわけないんですけど。あ、そうですか、はい、うん、昔ベータのデッキはすごくいいものだから売りまくった。私はひどいことをしてしまったって鬱になってるおっさんがいた。ソニーの営業マン。まあ、いろんな人がいるからね。警察じゃなかったかな。で、そこ重要？そこ重要？弁護士かな？弁護士かな？そこ重要？そこつつきたいの？執行猶予。うん。実刑4年、あ、じゃ実刑1年半の執行猶予4年。で、その後に俺配信始めてるのよ。で、なんか嫌なのは、俺が気分悪いのは、まあ弁護士かな？すまんすまん。俺が気分悪いのは、俺、リスナーさんを騙したわけでもないのよ。で、俺、なんかね、リスナーさんがお前の悪いところを見つけてやったぞ、みたいな。要は、こいつは詐欺師だ、隠してたんだよ、みたいな風に広まってるけど、違くて、俺悪いことやってたよっていう枠を、俺からやってたの。俺はこういう人間だから、こういうつもりでフォローしてくれっていうのを自分からずっと言ってたのよ。みんな誤解してるでしょ？要は、自分は成人だって言って隠しててじゃなくて、オレオレ詐欺っていうのはこういう風な手口でやるからみんな気をつけてねって。で、俺もこういう風な経験があって、こういう悪いことをして、こういう経験があって今配信やってんだよっていうのをずっとやってたんだよ、ニコ生。配信のスタートがそれなの。だからみんなが思ってるのって、全然湾曲して伝わってんだよ。俺から話してるの。保護観察はつかないよ。うん。そう。もう何度も聞いてるよね、マキルね。そう。その上で俺をフォローするか、俺の話を信じるか、俺という人間と付き合うかを決めてって言ってんの。それで詐欺師とか言われたらムカつくよね、さすがに。うん。それを、生ポア変換したの？何生ポア変換って。コミュニティのプロフィールに全部書いてた。書いてたよね、俺。うん。だから、もう、めんどくさいんだよね、正直。うん。生ポマ、はい、お前ブロックな。うん、そう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 。だから、正直ね、話すだけ無駄っていうか、伝わる人には伝わるよ。あ、そういうことがあったんだとか。でもこれから頑張ってるし、別に今頑張ってるからいいんじゃないって。でもおばあちゃんが被害者なのは変わらないし。はい、お前ブロックね。話ができない。はい、さよなら。見なくて結構です。もうだから、わかるでしょ？こういう文面見て。俺のこと叩きたいだけなんだよ。わかるでしょ？俺のことをどうやっても悪者にしたいだけなの分かるでしょ、このコメントで。分かる？もうね、とにかく否定したいんだよ。とにかく、ケブンおはよう。どうしたいんだ、こいつらは、みたいな。うん。あ、ごめんなさい。アイテムタイム逃しました。もしよかったらお気持ちだけでいいんで、アイテムお願いします。1時間喋って、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 2分間音楽流してる間にアイテムいただいてます。よろしく。ありがとう。ミカさんありがとうね。うん。そう、上げ足を取りたいだけなんだよ、本当に。うん。そうそうそう。いや、おばあちゃんはね、その後逮捕されてるの何人いるから知ってるよ、ちゃんと。うん。はい、レクチー、ハートありがとう。レクチーありがとう、ハート。うん。ありがとうございます。クミタンバーガーありがとう。マキルハート5個ありがとう。ありがとうございます。あざす。ある意味最強営業マン。クソコスカオスバーガーありがとう。3つ。ありがとうございます。ハチバーガー5個ありがとう。ありがとうございます。あざす。隠れクマの実ありがとう。ハチ隠れクマの実ありがとう。2つだね。ありがとう。ふみこさん、チーアナゴプレゼントありがとう。ハッチ、隠れ熊の実ありがとう。なおさん、ハートありがとう。俺は全部話すよ。
リスナーさんに嘘つきたくないから。ハッチ隠れ熊の実ありがとう。アイネコユーナさん、風船50個ありがとう。ハッチ隠れ熊の実ありがとう。ありがとうございます。みんなアイテムありがとうね。はい、ケイブンさん、ハートプレゼントありがとう。いや、俺は全然伝えるよ。うん。風船8個プレゼントありがとう、マイさん。ブドウ糖、さん、風船100個ありがとう。はい。ご覧の番組は、アイテムを、してくれた皆さんの提供でお送りしております。皆さんありがとうございます。だから、なんだろう。その、誠意を持って話してるのに、誠意じゃなくて対応するやつが俺は嫌なんだよ。だって俺話すメリットないもん、正直。別に黙ってる権利だってあるんだよ。風船100個ありがとう。別にさ、罪を償ってるわけだからさ、別に黙っててもいいじゃん。なんでさ、その、なんつうの、悪い印象になるように別に話さないといけないの。罪は償ったんだから、俺。世の中にはもっと、いや、俺は自分でやったことは別に悪いことだっていう自覚があるよ。だけど、その分苦しんでるんだよ。で、これ以上叩くっていうのは、ただの嫌がらせにしか思えないんだよね。そう思わない?誰にそんな。おー!ガーディアンになってくれた。ありがとう。ありがとう。ありがとう。あや、見てる?ガーディアン更新していい?ありがとう、あや。あや、ありがとう。あや、見てるかな、今。うん、まあ、困っちゃうよね。おばあちゃんは若者に600万払わせたくなかったんだろうな。いや、違う。おばあちゃん、すごい大富豪なんだよ。なんかみんなさ、年金暮らしのお年寄りを、おばあさんを騙されたっていう勝手なイメージをつけてるけど、地元で有名な大富豪で、結構豪族の人なの。なれた。あや、ツイッターに書いていい?これ。投稿していい?あやの写真。ガーディアンになったよ。これもしよかったら、写真載せていい?あやの。ガーディアン、更新しましたって。なんかそれが流行ってるみたいな、このセブンティーンの間で。そう。で、その、おばあさんは、その、投資案件だと思ってやってるんだって。だから、その、600万をポンって払えるおばあさんで、さらに追加で400万入れようとしてたんだよ。だから、そもそもが、なんか貧乏なおばあさんの年金暮らしのおばあさんの600万をかすめ取ったって話じゃないんだよ。あ、ありがとう、あや。サンキュー。ありがとう。ちょっとやってみようか。なんかもう湾曲して話が進むからもう嫌になっちゃうんだよね。あれ、これどうやってやるんだろう。まだやり方がわかんないんだよな。雨すごいね。え、これどうやってやるの?投稿。投稿。ん?投稿の仕方がわかんねえな。雨土砂降りだね。これできたのかな。あ、できたできた、うん、あれ間違えてる。あ、難しいなこれ使い方。後でやるわ。ちょっと放送中無理だわ。でもこれいい仕組みだな。面白いな、ガーディアンは一人しかなれなくて、入札制だからどん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 上がっていくの。で、一人7日間なれるのね。だから、アヤより、アヤが一番高い金払ってるのね、今。だから7日間、コメントとかも特別だし、アヤがログインした瞬間、すごいエフェクトが出るのよ。
ガーディアンとして。で、ガーディアンになりたい人は、アヤよりも高い入札をしたら7日間になれるっていう、そのオークションで更新していく制度っていう感じ。うん。いや、お前の意見めんどくさいわ。うん。うん、いや、雨に当たってない。ジェルつけてる。セットしてる。うん、このチャーハン、スプーン一杯でってやつ、うん、面白いよね。うん、ねえ、7日間、アヤがやりきったら1回ゼロに戻るんだって。最高落札額を超える額を出せなかったら、ずーっとアヤになって、7日間経ったら1回フラットになって、またゼロからオークション制度になるっていう。うん、うまいよね。そう。で、普通にコメントも投げ銭もできるっていう、いろんな仕組みがある。うん。うん。うん。まあ、俺はね、だからね、もうこの詐欺のことに関してはもう、なんかループだからさ、もう分かってくれてる人は、別に普通に質問してくるのよ。なんで詐欺って叩かれてるのって、もし気分悪かったらいいんだけど聞かせてって言ってくれたら、あ、全然話すよっつって、うん、で全然話すし、俺はこういう体験をしたんだよって普通に聞けばいいのに、アレルギーを起こすんだよ、一部の人間が。そう、だからもう話す気なくなんだよね。うん、めんどくせえやと思って、話す聞く気がない人に話すほどバカみたいなことないじゃん。せっかく聞いてるくれてる人に対しても失礼だと思うし、うん、だからもう俺自身がもうこの話嫌になってるっていう部分あるね。配信者が商品でお金入るってこと、いや、あれだよ、ふわっちと一緒。あの、なんだろう、ふわっちと全く一緒。うん、気持ち悪いなこいつ。ひょっとこがなぜブロックしない、え、ひょっとこはなぜブロックしないの。朝ひょっとこは和道の悪口言い始めて花火のアパツ飲んでて胸クソだったんだか。あ、いや別にブロック入れてもいいよ。ただ俺の放送絶対潜ってると思うんだよ、俺の話題出してるってことは。うなちゃんまんこそう思わない？俺の話題を出してるってことは俺の放送見てるんだよ。だから泳がせようかなとか思ってんだけど、俺がブロック入れたらあいつ俺の放送見れないじゃん。絶対悪口言えば言うほどあいつ損するから。どれは今単発で見たら花火7発飛んで面白いやれやれって言うけど、10年20年とか7年とか5年とか3年でもいいや、長い目で見たらあいつ絶対落ちるよ、あんなことやってたら。で俺人の悪口言うつもりないもん、うん、で人の悪口言ってるやつが成功できるわけがないっていうのが俺の考え方だから、言わせておけばいいんじゃないの、うん、見てるんでしょ俺のことっていうのが俺の考え方で、本当に誹謗中傷がひどくなってきたら、本当にまたバン食らうと思うよ。うん。うん。どれと俺は割れてるよ、ちまちゃん。うん。飽きられるよは、叩いてる奴らが飽きていなくなるよって意味じゃないかな。飽きられるっていうのは、あの、要はもうラジコンになってるのよ。誰かをディスってないと放送ができないのよ。だからそのはっきり言って、俺がキャンペーン貼ってタイトルにどれのバカとかどれの被害者の会とかやったら、閲覧多分あいつより集まるよ。同じことやったら俺もっと花火上がるよ。だけどそれってあいつが言ってるマウンティングなんだよ。でしょ、あいつマウンティングすんなとかマウンティングくだらねえよってやってるけど、あいつが一番やってると思わない？俺別にどれの話題なんか出してないもん。出さなくても普通に楽しい放送ができるの、リスナーさんと会話ができるの、240人と。あいつはもう閲覧にとらわれて、もう金にとらわれてるから、要は俺の話してないと花火上がんないんだよ、閲覧取れないんだよ。そう、閲覧にとらわれてんの。潜ってるよ、昨日のミニ四駆ネタって言ってたぞ。俺からしたらブロックしてほしいわ。あー、まあまあいいじゃん、ほっときなよ、うん、俺は見てないけど正直、うん。和道さんは何でも包み隠さず話すよ。それを分かる人だけが和道ファミリー。ああ、ありがとう、ケイブン。嬉しい、伝わると。伝わると。まあ、伝わる人に伝わればそれでいいと思ってるから。バカに何言っても伝わんねえかんな。うん。ドレさんの放送は面白いと思ってる人いっぱいいるんでしょ？数字が集まってるってことは。疲
少なくとも俺よりもいっぱいいるわけだから、それでいいんじゃない？うん。そうそう、俺はね、プロレスラー嫌いなんだよ。そこなんだよ。あの人プロレス好きでしょ。もうプロレス大嫌いなんだよ。要は、客をバカにしてるじゃん。あの態度って。要は、頭の悪いリスナーとかにさ、こういうのが好きなんだろうって。うん。俺はね、なんかね、うまい料理が出てきた時に、マヨネーズドバドバかけてるように見えんの。別にうまい料理作れる人なのに。俺はそういうのはね、大人になってあれをやってんのはすげえダサいと思ってるから。俺よりうまい料理作れるんだよ。俺より雑談できるんだよ。プライドないのかな？うん。俺より話がうまいんでしょ？俺はうまいと思うよ。あなたが本気で話した時、本当に勉強になると思ったよ。でもね、あんなね、うまい料理作れるくせにね、マヨネーズかけてね、これがお前ら好きなんだろうっていうのは舐めた態度だよ。それにね、花火投げてるっていうのは、俺は、まあ、そういう質のリスナーなんだろう。今、花火投げてるやつっていうのは。うん、俺は別に、そこと、被らないから、うん。俺は正直気分悪いよ、うん。人の話題とか、カスでしょ。和藤さん、どれムカつく？いいよ。わかる人にはわかるし、3年続かないから。3年続かないよ。うん。それで別に花火が上がるんだったら、俺はそんなのクソくらいだよ。そんな花火で飯食いたくねえわ。そんな花火で上がる飯食う飯なんかうまくねえよ。絶対。だろ？人の悪口言って金稼いでるんですって。人に誇れるかよ。うん。そう思うよ、俺は。プライドねえのっていう。だったらまだミニ四駆作ってた方がまだマシだわ。誰も傷つけてないもん。俺がミニ四駆作って誰かを傷つけますか？うん。そのミニ四駆作ってさ、普通に楽しんでるのをさ、ひけらかすようなことしかできないんでしょ？ほっとこうぜ。もういいよ、どれの話は。うん。瞑想中っていうか人間性が出たって感じかな、俺は。俺だから捨て頃でも何でも変わってないでしょ。っていうか、ニコ生からっていうかね、多分ね、中学2年生頃から変わってない自信あるわ。めんどくせえけど、まっすぐに生きる方がいいと思ってるから。嫌われてもまっすぐに言いたいこと言う方が俺は正しいと思ってるから。いいよ。俺の悪口言いたきゃ言えばいいよ。うん、ただそれはいつか自分に返ってくるときに、俺は言ったじゃん。お前が言ってること俺が言ったらダメなのかよって。お前の生き方クソだせえよって。配信向いてねえ、やめちまえっつったの俺。その時にピキってたのよ。お前人のこと打診すんのかって。おめえが散々打診してきたろうって。一週間も二週間も。うん。それでお前リング上がれよはねえだろうっつったの。お前リング上がれって言われたのよ、俺。まあ、やってやるよっつったの。そう。でも俺別にお前に勝てる気ねえから、正直言って。勝てねえよって。だから俺上がってやるよ、逃げたって言われたくねえからって。そこに3分間俺のこと殺す気で殴れよっつって。やれんだろうな、っつったら。あ、やる気なくなっちゃったわ、っつって、ひよって逃げたんだよ。俺だから捨て頃もね、あの、金梅さんとかが抜けるって言った時に、コメントで、ワード俺とやろうぜって。俺らで抜けを、ね、穴を埋めようぜって言われたの。だからやりましょうって言ったのよ。そこが本気でやりますよって言ったら、あ、やっぱやめたわって。そういう性格なんだよ。口だけなんだよ、本当に。うん。あ、それはね、ちまちゃん、あの、放送タイムシフトとか見てもらいたいかな。今は別にもう話すのも嫌だから。うん。俺別に、あれ間違ってること間違ってるとか、無理、難題言ってないよ、別に。ディスってるっつっても理由がないディスじゃないよ。普通にやってることおかしいからディスってんのも。うん。歪んでるよね。うん。まあいいんじゃない？うん。俺は気持ちよくさ、リスナーさんに楽しんでもらって、それで飯食っていきたいから。いいよ。だからそんなことやってたらさ、運営さんからさ、公式の仕事なんか来るわけねえじゃん。どう考えても。この人に仕事させようなんて思わないでしょ。でしょ？あ、それが実力の差なんだから。うん。はい、お帰り。俺は人の悪口を言うやつは、どんな人間であれ尊敬できないよ。あんまり好きじゃない、人として。うん、
経験人数何人だろう。ちょっと待ってね。1、2、ちょっと待ってね。1、え、風俗入れていいの？佐藤サニトラさん、ちょっと待って。1、2、入れないでカウントするね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9人ぐらいかな、9人ぐらいかな、まあいいんじゃない。閲覧とかさ、数字で生き方変える人だったんでしょ、要は金持ったら金、俺すげえだろうとか、権力持ったら俺すげえだろうっていうタイプなんだよ、政治家によくいるタイプだよね。まあいいんじゃない。俺はそんな花火クソだせえと思ってるから、そこで花火上げるやつも俺は仲良くできないし、まあ下水よね、だから料理にマヨネーズかける配信なんだよ、やめようやめよう、見てないから俺ディスる内容すら持ってねえし見てねえんだもん、まあ子さんのリスナーはだいぶ怒ってるだろうね、俺はさ、力をつけるのってさ、自分の大切な人とか自分の大切なものを守るために力をつける人だと思ってたからさ、力がついた途端にさ、弱いものに暴力を振るう人間って大嫌いなんだよ。本当に。何のためにその力をつけたんだろうって、自分のためとか自分の大切な人を守るためじゃなかったんだと思うと、萎えるんだよね。俺は少なくともそうやって生きていきたいなと思うけど、自分より弱い人間を叩くっていうのはダサいよ、人として。お、おきくだ、久しぶり。これはだから別にさ、放送の内容を誹謗中傷してるわけじゃないじゃん、本人にやられたことしか言ってないでしょ、これ納得いかないんだけどって、だから人が離れてくんだよ、利用することしかできないの、人を活用とか仲間意識とかゼロなんだよ、人を利用することしかできない人間なんだよ、そんな人間人はついてこないよ、利用され続けるんだよ、利用して利用され続けるの地獄だよ、そんな生き方。そう思わない？仲間と一緒にさ、普通に貧しくてもいいから笑って生きていきたいけどな、楽しいなーとか、海きれいだなーとか、いいね、風気持ちいいねーとか、音楽あると最高だよねーとか、きれいな姉ちゃんきれいだねーとかね、飯まずいなーとかでもいいわ、極端な話も、この飯クソまずいなーっつって、その方が楽しいや、あんな見え張って生きてんのが成功っていうぐらいだったら、俺は成功なんて草くらいだ、そんな成功を俺は欲しくもねえわ、本当に強い人は人に優しいよ、何まだ捨て頃の余韻に浸ってるのかって、何捨て頃の話なんかしてねえよ
歪みすぎでしょ。お前どんな物差しで俺の放送見てんだよ。捨て頃の話なんか一個も出してねえよ。バカすぎるだろ。いつ俺が捨て頃の話したんだよ。してねえよ。そうだね、利己的か利他的かっていうか、別に利他的じゃなくてもいいと思うけどね。でもまあ、まっすぐ生きてる人はかっこいいよ。みすけワード2こんにちは、楽しんでて。うん、花火大会ってだって土砂降りだぜ今。雨の音聞く？こんなだよ。聞こえる？こんだけ雨降ってんだよ。やばいでしょ。土砂降りだよ今。行かないよ。いや、うん。アンチの顔見てみたいなって、ほら俺。どういうコメント書く人がどんな顔をしてるかっていうの分かってるから、今日もリスナーさんと飯食ってきたんだけど、すげえ嬉しいんだよ。すげえ気持ちよくてさ、旦那さんと一緒に来てくれたんだけど、もう夢みたいって言ってくれんだよ、飯食ってるだけで。もう超気持ちよかったよ今日。和道と一緒にいると夢みたいって、のんちゃんと4人で飯食ったので、のんちゃんにも会えた、夢みたいって、私死んでもいいって言ってくれたんだよ。そんなキラキラしてさ、そういうこと言ってくれるリスナーさんがいるのにさ、もうね、あ、隅田川やってんだこんな雨なのに、うん、嬉しいよ、気持ちがいいじゃん、うん、バナナビスケットさんいらっしゃい、よろしくお願いします。もしよかったらね、あのツイッターとかフェイスブックもやってるんで、よろしくお願いします。ありのままの自然の状態が好きだわ。ふふって。キャラ崩壊してるだろ、大きく。だからさ、例えばね、俺にさ、やかってくるコメント打ってくるやつとか、突上がってくるとさ、みんなバカだなってなるじゃん。みんな、何これって、もう引っ込めよってなるじゃん。もう、顔見なくてもわかるじゃん。そういうことなんだよ、結局。結局そういうことなの。要はそういう人間なのよ。そう、たかが知れてんだよ、うん、だって成功してる人間とかはさ、人の足引っ張る必要ないんだもん。自分でやることがあってさ、みんな必死になって生きてるわけじゃん。でしょ。忙しいんだよ、暇じゃないんだよ。、うん、人の足引っ張るやつっていうのは、あの自己成長を放棄した人間ね。俺はそう考える。だからそういう人間と付き合う気は一切ない、うん、俺忙しいんだわ。すげえな、雨の中でも花火って上がんだな。すげえな。雨の中で花火打ち上げてるよ、アホだな本当に、うん、らしい話っていうかね、人って弱いからさ、力を持つと人を誘導することができるの、弱い人間を。で、ドルさんはそれに酔ってるの、今。それはわかるの。自分にもそういう経験があるから。要は人が集まってきて身の丈を超えた時に強くあらなきゃっつって、大きいことを言っちゃうのよ。でもそれに振り回されてるのが見えるの。もう。じゃあ、わかるっていうこと、もう、それ、多分ね、俺見てないからわからないけど、当たってたら当たってるって言って、放送時間が絶対減ってるはずだから。極端に減ってるはず。もう、絶対わかる。あと、イライラすることと怒鳴ってることが多くなってる。どう？当たってるでしょ？俺、本当に見てないよ。のんちゃん生活してるから、のんちゃんに証言取らせてもいいよ。俺、本当にドルさんの放送、全然見てないの。絶対怒鳴ってるか、放送時間極端に減ってるか、イライラしてるか。もう、楽しくないんだよ。それで人のことディスに方向転換を向けてんの。合ってるでしょ？多分。イライラする放送
しても放送中怒鳴ってる、イライラしてる。放送時間極端に短い。楽しめてないんだよ、これ。でしょ？合ってるでしょ？そう。要はね、それを下水やつが見てて、おもちゃにされてるだけなんだよ。当たってるでしょ？当たってるでしょ？うん。そうだと思うよ、俺。うん。で、俺の枠覗いてんでしょ？バカでしょ？自分のやることやれよ。うん。バカすぎるわ、本当に。うん。そうそう、忙しいんでやることあるんだよ。うん。どれに噛みつくとか笑ん？噛みつく？いや、俺そう思うよ。俺は自分より強いやつにしか喧嘩売らないから。うん。で、俺に噛みついてきてんなら俺買うよ、全然。うん。弱い者いじめ大嫌いだよ。うん。俺より閲覧あるんだろ？別に俺が何言ったって全然平気なんだろ？うん。配信ツールは俺、OBS かな？OBS。うん。いや、見てるんでしょ。だから、そのブロック入れてくれって頼まれてこの話題になったのよ。謎の X さん。うなちゃんマンコから、もうどれが和道の悪口言って、花火上がってるのを見るとムカつくと。そのリスナーに対してもムカつくし、その、それを笑ってるやつもムカつくし、どれを許せないって言われて。だから和道、俺もう、なんか、もう、和道のこと好きとかどうかじゃなくても、あからさまにもういじめになってるから、ブロック入れてくれって言われたのよ。いや別に入れなくていいよって。俺は別に、どれの放送見てないけど、俺の放送見てるからディスってるんでしょって言って。うん。まあ、そうだろ。アンチっていうか興味ないんでしょ。うん。おきくんのキャラ好き。結構昔来てくれたけど。うん。俺は本当に嫌いなんだよ、その地獄っていうかさ、人の足引っ張ってる人間の顔の汚さっていうか。コメント欄だけ切り抜いて写ってどうやるのか前から気になってる。できないんだよ。これはキャプチャーなんだよ、これ簡単に言うと。これでしょ？これって、これキャプチャーなんだよ、ほら。俺のデスクトップをキャプチャーして部分的に切り抜いてるだけ。うん、キャプチャーをして、切り抜いてるって感じ。あー、初コメありがとうね、ミカちゃん。はい、ドシーさんいらっしゃい、うん。もしあれだったら、あれだよ、OBS のサイトがあるから、すごい詳しい使い方。それ URL あげるよ。OBS の使い方。そこ全部書いてあるから、OBS の使い方。ここだ。これ見て勉強するとええよ。ミニ四駆のレースには出ないけど、一回走らせてみようかなって思ってるよ。バナナビスケットさん。うん。うん、これ、いいよ。うん、切り抜くのはね、ART を押しながら角の丸ポチをずらすの。ART を押しながら、ALT か。ALT ボタンを押しながら、赤丸を、こうギューって、こう切り取るの。それ癖があるんだよ、ちょっと、OBS は。やってごらん、うなちゃんマンコ。ALT を押しながら、こう、スライドするの。赤丸を。要は、縮小拡大と同じで、赤丸をこうやってやるとできるでしょ、こうやって。こうやって。これを ALT を押しながらやんの。スマホからいらっしゃい。アリスなんか顔いじった？整形した？なんか今日サムネ見たら顔変わってたから、あれ顔いじったのかなと思ったんだけど。がっつりいじった？アイドルなの。できた？オッケーオッケー。よかったよかった。
顔いじってない。あ、そうか、すまん。怒られた。おお、みんなフォローしてくれてるね。和道旅団の中では誰が一番好き？俺は誰かが好きっていうか、全員好きだね、ほんと。もうリスナー全員平等に、もう好きすぎて選べないね。うん。花火を特に投げる人が好きだね。花火いっぱい投げる人大好きなんだな。全員好きだよ。もうめちゃめちゃ全員好きだけど、花火上がるとなんかめっちゃテンション上がる。うん。まあ、うぜえな。くもん戦ね。あ、でもまあ閲覧5000はすごいなと思ったけどね。あと、クモンリュウの動きがキレッキレですごかったな。あいつ強いね。どうなんだろうね、達彦。達彦強えかんな。解放とレクチ借りるって俺のものじゃねえわ。何やんの？解放とレクチと。てか、アリスがね、レクチと付き合ったら面白いなと思うんだけどね。ありがとう！大きく！花火ありがとう！下ネタかよ。大きくの下半身の花びらも満開だわよ。大きくありがとうね。なんかラグいな、ちょっとね。あ、そうじゃ、あ、いいんじゃん、いいんじゃん。うん。アリス、レクチと付き合えよ。うん。付き合ったら面白そうだからさ。カップル配信とかやれよ。うん。年齢的にもちょうどいいんじゃないの？なんかリスナー、和道リスナー同士でカップルとか成立したら面白いんだけどね。うん。いや、全然いいよ。精神年齢の話だから、俺が言ってんの。年齢が低くても大人な人っているから。なんかね、良かったね。キャラができてね。掃除がうまいっていうキャラができて。でも、いい企画だと思うよ。大手に絡む理由ができるわけじゃん。便所太郎さんの家にも行ったし。ねえ、よっさんの企画とかもいけるかもしれないし、あ、DM で、ねえ、私、あなたの家掃除できますっていうのはいいと思うよ。ねえ、デッチ暴行から始めないとダメなんだから。こんな社会でさ、いくら稼いでようが、ねえ、仕事がいくらできようが、関係ないもんね、配信会は。うん。光くんも東京行って楽しかったけど、光くんも旅立って寂しいね。光くん全然会ってないね。うん。全然いいよ、ミカちゃん。普通にコメント楽しんでくれて、いやー、まあよっさんの家はもう最後の砦だからな。よっさんの家より汚い部屋ってないもんな。野田総理か？二強かな？野田の部屋も汚えもんな。本当に足の踏み場ねえかんな。
でもね、汚い部屋で人を家にあげられる神経は結構すごいなと思うけど。俺、無理だもん。部屋が汚いとき人を家に入れたくない。結構きついね。海宝は、まあ、キャラいい。違う、海宝は、本当に、いい人なんだよ。俺、別に、叩いてないよ。本当にいいやつなんだよ、海宝は。それは認める。ただね、実際友達とか絡むようになるとわかるんだけど、いいやつなんだけど、めちゃめちゃうざいんだよ。これ本当なんだよ。俺、別に海宝が嫌いとか、そんなこと一言も言いたいんだよ。うざいんだよ、とにかく。絡んでみるとわかるよ。DM が鳴りっぱなしだよ。ロビさんこんばんは。楽しんでってね。ヤフミいらっしゃい。喋るのに合わせて画像が動くフリーソフトってなんか知ってる。ああ、よくわかんねえわ。こんばんは。おい、ガッツさんはどつ楽しんでって。解放はいいやつだよ。ただ、うざいんだよ、本当に。DM とか LINE が半端じゃなく来るんだよ。で、家にも来ちゃうんだよ。それがなければ別に普通にいいやつだよ。DM とか LINE なりっぱなしはきついぞ。そういう裏側を知らないでさ、みんなさ、和道がいじめてるとか言うけど、ちげえわっていう。お前らもされたら怒るぞっていう。されたら怒ることをなぜやるんだ、俺に。じゃあ、ちょっとセブンティーン試しにやってみようかな。じゃあ、皆さん、僕のたわくとかね、YouTube とか、他のサイトでやるのを、もしチェックしてくれる方は、僕のツイッターよく読んで、で、アカウント作ってください。ちょっと今からね、試しにやってみようと思います。皆さんいつもありがとうございます。じゃあ、皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。ちょっと試しにテスト放送やってみるわ、今から。まあ、人来ないだろうけど。じゃあ、みんなお疲れい。みんなありがとね、お疲れ。はい、ハートありがとう、あや。ハートありがとね。はい、ミカちゃんありがとね。また来てね。おきく、花火ありがとね。携帯のみです。アプリをダウンロードしてください。はい、みんなお疲れ。ハッチもありがとね。アイテムたくさん。おきく、また来てね。ありがとう。はい、ヤフミお疲れい。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。